皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。さあスペシャルウィーク、おラストラストですよ。最終日しまっていく閉まらない、閉まらないそここうじゃないと全然閉まっていけない。閉まっていくのよ頑張るのよ、ま、頑張っていきましょう。戦うのよ、午前様は今日がラストになりますから。はい、はい、プロ野球チップスリーグもありますし。そうなんですよ。そうですよ。ただね、はい、あのリスナーの皆さんにはちょっと一言言っておきたいんですけど、はあ、その年に1回スペシャルウィークが必ず行われるじゃないですか、で俺はさ土曜日にザ・横山有事賞もやってんのね、はい、うん、でさなんとなくだけどリスナーの皆さんが平日で終わったみたいな感じがあるの、うん、そう燃え尽きたみたいな感じがあるの。まあ確かに、あれは土曜日も、はい、日曜日もやってるんですよスペシャルウィークはなので、はい、明日ザ・横山有事賞は、ゲストはやいこさん、はい、矢井田瞳さんですか ね、そうですよね。リンダリンダリンの矢井田瞳さんが出られて、あと日曜日もみんながそのスペシャルウィークが終わってると思っちゃうから、うんうん、勘違いさせちゃいけないから、週末もやってますよっていうことで、はい、横山裕二のグッドソングジャンボリーっていう特番を、夜8時から2時間、でゲストは部屋とワイシャツと私の平松絵里さん出ますから、はい、すごいですね。そう豪華な布陣で週末もドン豪華ドン、まあ、あの土曜日と日曜日はザ・横山裕二ショーと、うん、そのグッドソングジャンボリーだけがスペシャルウィークで、他の番組はもう関係ないみたいなんですよ。そんなことないです、他の番組も全部 RCC が作る番組もスペシャルウィークですか、はい、あ、そうそうですよ。ごめんなさい、そこは全然知らなかったから平日だけと思ってる人と変わらないです。金曜日までは全番組、うん、だけど、うん、土曜日日曜日は横山裕二関連の番組だけがスペシャルだって俺聞いてたから、誰も言ってないです妄想がすごい全部日曜日までスペシャルウィークです。あ、そう、午前様様に関しては今日金曜日が最後ってことだと思います。そうなんですよ、うん、でもうね今日会社来てからさ、はい、すぐにディレクターチームから、うん、まあ、昨日の試合についてどう思うんですかみたいなことを、まあそうですね、ゆるっとね質問ですよね、はいはい、言ってみれば、あのああいう状況になったのに、はい、そのフェアプレーを心がけた2人をちょっとパーソナリティとして疑問に思いますっていう話をディレクター陣が、何が悪いんですかそれ、チラッと見てキラカード出すぐらいのことしてもよかったんじゃないですかみたいなことを言うの、だって分かんないもん、不正をこっちに促そうとすんのそうですよね、いやいや、もうがっつり、もちろんフェアプレー精神で豊かにお送りしましたから、もうだってほらスタッフがね、この戦いについてかけてるからさえ、そうだったんですか、かけてない、かけてないまあでもね、昨日に関して残念ながら 0-0 引き分けドロー、いやーまあね、持ってない2人が番組をやってることを自らが証明するかという戦いでした。ちょっと待ってください、はい、持ってないと判断するのは早計です、うん、ほうほうほう、私たちは木曜日と金曜日あるので、うん、ああ昨日があっての今日ですから、俺昨日確認しました、その時に川村さんは違うとおっしゃいましたけど、はい、昨日は練習試合ですよね昨日は練習試合です、はい、ですよね、ですです、いや、えらい否定されるから、全然オープン戦、俺川村さん間違ってらっしゃる、昨日は俺はまあウォーミングアップはいはいはい、で俺たちは2試合木曜日と金曜日あるから、ね、体鳴らして今日と思ってたのに、まあ、えらいがっつり来てさ、うんうんうん、いえいえとかって言うから、いや今日プレシーズンマッチもしくはオープン戦、のつもりで俺は肩鳴らしのつもりでやってるのに、えらいさがっつり来ちゃうもんだから、あれ間違ってんのかなと思ったの、うん、まあ、考えてみたら、はい、オープン戦どころか紅白戦ぐらいだったかなみたいなそうなんだよね、 AB に分かれてA 班で、うんうん、B 班で同じチームでやってますみたいな、そうそう、そのぐらいでした、ね、うん、だから見てもらう、で昨日の試合は河川敷でやってましたから、ね、そうですそうです、はい、今日はマツダスタジアム、マツダスタジアムです今日は、はいはい、そんなマツダスタジアムでの試合をですね楽しみにしてくださっている方たくさんいらっしゃるみたいで、はいよ、ゴリゴサーティンさんです。連日のチップスリーグの熱戦、仕事を終えてタイムフリーで聞くのが毎日楽しみでしたが、いよいよ今日が最終戦、うちの娘はチップスリーグを聞いてプロ野球チップスが食べたくなったと買いに走っていました、はい、泣いても笑っても最後ぜひ笹岡監督カードからの満塁ホームランで大逆転の結末を迎えてください、はい、とか平豆さんも、うん、チップスリーグ早いものでいよいよ最終戦ですね、
今日はチーム変わりますが、昨日の引き分けからの再試合、はい、まるで楽天マー君時代の高校野球決勝再試合の流れですね、うん、優勝するには中根さんの4点という得点を超えなければなりませんが、はい、お二人の対戦での結果がどうなるか楽しみにしています。うん、そうだね、などなどいただいてます。ほうほう、こっち側もね、はい、チップスリーグについて、はい、シモティーナ、回を重ねるたびにルールや試合の流れが分かってきて楽しさが増していった。燃えろチップスリーグ、もう今日いよいよ最終回を迎えますね、はい、野球は筋書きのないドラマだとか言いますが、ほうほう、チップスリーグについても筋書きのない劇的なフィナーレに期待しています。ありがとうございます。ミスターミスター、友達が野球盤を楽しそうに遊んでいる橋の方で一人コンバットマーチを歌いながら応援していた小学校3年生の頃をチップスリーグを聞いて思い出しました。今日は最終日、横山さんも川村さんもかっ飛ばせ。ありがとうございます。確かにリスナーさんそういう気持ちかもしれませんね。横でずっと野球盤やられてるみたいな、で順番待ってるみたいな気分。そうですよね、皆さんで一緒にできたらいいんですけどね。で、あとはアンキモポンちゃんからも、はい、正直月曜日に始まった時点で運転中の方や片手間にラジオを聞いている方々がこの複雑怪奇なゲームを果たして楽しめているんだろうかと少々心配したりもしましたが、はい、日を追うごとにのめり込んで聞いている自分がいました。完璧に作り込まれた音やナレーション、聞く人をワクワクさせるパーソナリティ陣のトーク、やはり皆さんさすがですね。今日のラストゲームも楽しく拝聴させていただきます。そうですね、うん、で私たちがこうやってチップスリーグをプレイしている時は、はい、スタジオに手嶋さんがいらっしゃるんですよね、はいはい、で手嶋さんがもう絶妙なタイミングでもルールを作った人ですから、うん、はい、なんで創始者なのでカンペみたいなのパッと、そうです、キラーカードはツーランもしくは満塁とかいうのをパッと出して完璧なタイミングでいろんな、はい、でスタジオの外には、はい、今度はピスタチオがいて、スクワボードをパッとこっちに見せて、はい、あのボクシングの時のラウンドガールみたいな感じで、そうですね、出してくれて、ラウンド村山さんが、はい、昨日、あれだったの、ザ・横山雄二ショーのディレクターのメガマック森下がちょうど午前様が終わってからさ、スタジオに来てさ、はい、でピスタチオと、うん、あと馬様がいるところに来てさ、はい、あれさつってチップスリーグの音ってどういう形でやってんのつって言って、だから馬様がものすごい売れ気に、カード引かれたらこれポン、ここここですね、でこれやって、で、あのイニングの交代ここ、そしてカードが出て石橋さんの実況がここ、アウトの場合はここここで、資料はこれを見ていてここを押してこうでこうで、でこの音をこういう風に弾くわけですよね。もうすごいの、ナイスですね、ファンタスティックって言っても村西徹さんが語ってる時みたいな、俺たちのやっているこのテクニックを学びでやってまいりましたかあなたはみたいな、ようこそスタジオにお越しいただきました、教えて差し上げましょう、お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれませんぐらいの感じで、まあ誇らしげにここをしてここやってこうやってこうやるんですね、でこのようにやりましてこのようにやって、そしてここでボードを開けてここでこうやるわけでございますねみたいな、すごいの、語る語る、いやでも考えてみたらもう入れ替わり立ち替わりいろんな音声がね流れてくるわけですから、確かに大わらわでしょうよ。いや大変だと思う、だと思います。昨日さ番組が終わってからさ、はい、で座横山衣装のあの藤江淳二さんが来週、はい、今日は明日かは矢井田瞳さんで、来週は藤江淳二さんがゲストで、ゲストトーク取らせてもらって、うんうん、でまああの送り出しのご挨拶とかして、はい、で藤井さん送り出して、うん、で外出たの、うん、でタバコ吸おうと思って、でタバコ吸うとこに喫煙所に行ったので、吸ってたらさ、うん、カラスがちょうど俺たちの目の高さぐらいの木に止まって、3羽が大喧嘩しちゃったの。おものすごい大喧嘩、3羽が、はい、で最初は2羽だけがなんか唇でこうつつき合ったりとかしててさ、ものすごい奇声を上げるの、ガーッガーッとか、にゃーって言いながら、あーなんか言ってんですね、はい、でそこにまたパタ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 って もう一羽が来てさ、多分可愛いなお子的なやつ、喧嘩をやめて仲裁に来たんですね、二人を止めてみたいな感じだったの、なんかイメージが、だからものすごい一羽を攻めてたカラスが、その止めてるカラスを今度攻めに来たの、はぁ、
で俺たちも目線ぐらい高さ、だから2メーターとかぐらいの高さの木のとこでそれやってんの、でそのカラスたちがものすごい興奮して3羽ガーッて喧嘩しだして、どんどんガーッてなってるうちに俺がカラスの喧嘩の真ん中に来た三角形の俺がど真ん中怖っと思って俺しゃがんでこうやってカラスの間から逃げてさ、そんなことあります？すごいでしょ、カラスの喧嘩のピラミッドの中で俺がスポーンって真ん中に入ったんだよ大三角形ですね。いや怖いの、だから2メーター先2メーター先2メーター先ぐらい、で高さも2メーターぐらい、はい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 、のちょうどピラミッドのど真ん中でぐらいピシャーッと動けない、怖い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 、動けない動けない怖いと思って一歩でも動いたな、くちばしでなんかね、そうなのよ、ツーンってされるかもしれないですもんね、おでんツーンツーンツーンとかやられるかもしれない、おでんじゃないですけど、俺の頭で頭ね、煮卵だと思うかもしれない思いませんよ、大丈夫ですよ、あと俺の映画の演技見て、あ、大根だと思うからツーンツーンツーンみたいな、ファンですね、そのカラス横山さんのでさ、はい、そのギャー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 、もうもうもう、カラスに囲まれた様を見て、あ、この慌ただしさ、そしてこの危機迫るムードは、御前様様のスタッフがチップスリーグをやる時だと思いながら、あ、彼らはこのぐらいの気持ちでやってんだなと思ったから、今日は本当申し訳ないですけど、ズルしてでもキラーカード出します。ダメです、絶対ダメです、笹岡監督からの笹岡監督からの笹岡監督それはそれはズルはズルすぎます、西川キラサインというので満塁ホームラン、いやただ西川選手のキラサインが出たところで相手投手との相性ですから、はい、キラサインが出れば満塁ホームランというわけではないです。ああなるほど、うん、だから川村もチラッとディレクター見てこれを出せっていうのを出して、俺がそれからそれを打ってるやつをチラッと見て、いやダメです、そんなんじゃダメです、これを世の中ではチームプレーって言います、いいえ、燃えろチップスリーグにそんなチームプレーはありません、いや完全に個人勝負ですから、トロフィー狙いに行ってますから、0対0、はい、でいかにこの戦いがクリーンでフェアかっていうことが証明されたよね俺たちには何にも仕込めないっていうことがリスナーにも分かったよね、はい、そしてルールが複雑だから新しいゲームを本当に心から楽しんでたんです そ, うだ、ね、その結果の0対0ですから、ただでも昨日、うん、猛打乱打戦で、はい、今日0対0で終わるだったら、うん、結構しりすぼみにやっぱ企画がなっちゃうと思う、はいはいはい、だから昨日0対0だったからこそ、うん、今日、はい、ものすごい試合を見せて、でもこう尻上がり的に勢いつけて終わるのが一番いい、素晴らしい、そのための機能だったんです、ファンタスティック、ただ一番怖いのが、はい、昨日0対0今日も0対0っていう尻がすぼんだまま鋼の肛門のまますごいねその肛門は決して緩むことがなかったねっていう肛門、そうですね、これが怖い、そうですね、綺麗なね、そして俺たちには何にも細工ができないっていう、ね、この恐ろしさだよね、本当に恐ろしい話です、だからもう本当のさ、はい、こういう番組をやっている人間として、持っているか、はい、持っていないかっていうことだけを問われるっていう一番それが嫌なんですよね、後を引くから本当恥ずかしいいやそうですよ、でもやっぱねトロフィー欲しいですもん、あのそうだね、俺ねその第1回、はい、の優勝者でありたいのよ、うん、初代王者って言いたいですよ、そうなんですよ、あの2回目3回目が行われることがあったとして、はい、でひょっとするとさ、この企画ほら YouTube でやりましょうとかね、動画配信でやりましょうとか、うんうん、いろんなことも考えうるじゃないですか、楽しそうですね、た時に、はい、あ、1回目は横山さんだったよねっていう、うん、その語り草になりたいですよね、確かに伝説を作りたいです、はいはいはい、うん、2回目3回目優勝した人がいた時にやっぱ初代の話も出てくるし、そうですよ、そこでまた栄光に輝くことができるっていうことですもんね、そういうことそういうこと、はい、だから村西徹がもうガーッと攻めていった時に空からエロが降ってきますって言ってた時ぐらいのちょっと高揚感が欲しいわけですよ横山さんだけだと思いますそれは一番最初に勝ったのは横山さんでございますって言って言ってほしい、村西徹さんにですか、それはもう個人的にどうぞって、勝者は横山さんでございます審判してほしいですね村西さんにね、盛り上がりそうな気しますけど、いやでもこんなね、はい、皆さんにまあ喜んでいただけているのであろう、え
というのと、あと俺たちが楽しんでいるのは分かっていただけているであろうと。そうだと嬉しいなと思います。はい、いやでもね、来週から急に寂しくなったりするんだろうね。いやちょっともうね、このテンションで来てるからさ、プロ野球チップスリーグロスっていうのは私たちの中で起こるかもしれないですね。そうだね、あと真剣勝負ロスみたいな、あそうです、ね、もうダー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 でやってるあの感じ。そうですね、時間もゆるゆるになりみたいな、11時台なんか物足りないなって思うかもしれないですね。刺激が欲しい、刺激が欲しい、そうそうそう、本当に思うんだろうね。だから大久保刺激が来たりとかするんだろうね。それは刺激ですよ大久保さん。髪だけうじゃうじゃになったらラーメン大好き小池さんみたいな状態で。まあラーメンが好きかどうか分かりませんけど、ね、あのまだなんかよく大人のことが分かってない高校生とかいっぱい連れてきていい甘酸っぱいね。高校生たちにとって一番のエールを送られるのが、いや本当大久保さん、中学生高校生に教えたい、あいつは本当にダストボックスなんだよって。君たちが信じてるあの男の子ダストボックスなんだよ業界ではって言って、久々に聞きました。これ絶対オークボックスさんネタにしてくださいます。スペシャルウィークでもオークボックス、お前のこと言ったからな。業界全体のことを考えて私喋らせていただいております。思いついただけじゃないですか今。今たまたま思いついただけ、そうやってこじつけるんですか。頭の片隅に必ずFM のことがあるんでございます。私なんで業界全体空からエロが降ってくる。関係ない関係ない全く関係ないです。空から笑いが降ってくる。それは降ってきてます。広島の放送はね、はい、はい、でも今日も、ね、皆さんと共に笑いながら、はい、騒ぎながらお送りしようと思う。いよいよ平日スペシャルウィークラスト、はい、午前様様有終の美飾れるか、うん、という金曜日、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週はワクワクする映画です。アドベンチャー映画の金字塔、インディ・ジョーンズシリーズ第2作、1984年、今から40年くらい前ですね、はい、公開のアメリカ映画インディ・ジョーンズ魔球の伝説のご紹介です。そうか、もう1984年っていうと40年弱ですね前か。38年くらい前になりますね。ほんと最近見た。うーん、感覚が。はいはいはい、あそうですか、うん、私初めて見ます。1984年って日本映画も海外の映画も最高に楽しいの。むちゃくちゃレベル高いの。83、84、85ぐらいがものすごいいいの、はい、うん、だけど84年っていうのは邦画も洋画も当たり年なのね。わあ、そのうちの一本、はい、ね、もう頂点ですよね。もうザ・アドベンチャーっていう感じの、もうね、もうどっ午前様様のリスナーはもう皆さんが口ずさめると思いますけど、あららあららあらあららどんどんあららあららあらあらどんどんあら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 どんどん、あちゃ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 パラパラパラあららあららあらあらどんどんパラって、あのシーンでおなじみ出てきました。横山さんが言ってるこの口ずさんでメロディーと絵がちょうど私なんか完璧でしょ。バーンってあって、あここかでもだったーだったーっていうのはね、それこそ皆さん口冷めると思いますか。最高ですよ。もう絶妙ですもん ね、いろんなタイミングが。いやもうね、はい、いや本当金字塔っていうにふさわしいですよね。あんな楽しくてあんなワクワクして、でもなかなかどう考えても作れないよね。どの世代の方が見ても楽しめるようなそんな映画ですよね、はい、そうだね、はい、スペシャルウィークにふさわしい一本だと思います、はい、今日の映画音楽コーナーはインディ・ジョーンズ魔球の伝説のご紹介です、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議ですが、今週は骨の話をテーマにお送りしていきます。はい、そして11時台は RCCスペシャルウィークということで、午前様様特別企画燃えろチップスリーグ、いよいよ今日が最終戦、はい、果たして優勝トロフィーは誰の手に、お楽しみに、ということで今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様金曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方に、おつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味
富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の午前様会議のテーマ骨の話にちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。今から25年くらい前ですね、足の右足の甲を骨折しました。甲ですか、はい、足の、うん、僕実はまあ、初めて番組で喋りますけど、まあ、女の人と暮らしてるみたいなことはちょっと緩やかに皆さんには分かっていただけましたけども、結婚をしてます初めて番組で、すいません、ちょっと今まで隠しに隠していて、スペシャルウィークだからこその暴露で、多分今相当もう広島中の女性が今横山ロス一瞬で今泣き崩れてらっしゃる方たくさんいらっしゃって、心配です。結婚をしています。申し訳ないです、あともう一つ秘密にしていた子供がいます。あ、すいません本当、もうそうですか、そうだったんですか、本当申し訳ないです、何十人かいます数十人数十人子供がいます、そんなに、はい、そんなにいるんですか。間もなく数百人になります。あ、そうですか、うん、広がり広がっていって、そうですね、結果的にどこまでが本当でどこまでが嘘か分かんなくなっちゃう。その数百人、まあ、あやく数千人に達しようかという私と子供の一番最初に生まれた子はい、それはすごい大きい存在ですね。そうですね、はい、まあ私の後継ぐんじゃないかっていう初めての子供ですが、まあ小さい頃2歳3歳ぐらいの時です、公園に一緒に行きまして、でちょうどその結婚した相手の方が、まあ王妃ですけど、いや王妃ですね、王妃、そうですね、横山家、横山家王妃ですよね、がちょっとパーマをかけに行くっていうことだったのではいはい、おしゃれ必要ですよ。じゃあ私がこの娘をしばらくの間見ましょうということで、はいはいはい、プリンセスを、はい、そうですね、で自転車に乗って二人で公園に向かいます。すごい庶民的、でまあ一般の方に埋もれるにはそうするしかなかったんです手が。で公園に行きましたところ、近所の公園にプリン山っていう、プリンの形をした滑り台が、はあ、いろいろありますもんね、だってね、そうなんですよ、なんかね、像公園とかね、はいはいはい、時計公園とかね、あれの中でプリン山の、プリン山っていうのがあります、かわいい、そのプリン山の公園の滑り台だから360度どっからでも滑れますっていう、ああ子供たちにとっては嬉しいですね、最高ですよね、順番待ちとかいらないですもんね、はい、あまり、ただそのプリンの形ね、プッチンプリンをパーンってこう、はい、お皿に落としたみたいな形の滑り台なので、まあ、簡単に言うと手すりがないわけですよ、はあ、だからもう滑ったらものすごいスピードでいくわけですよ。なるほど、だからそプリンの斜面を滑るっていう、そういうことです、そういうことです、でまあ私その娘、一番最初数千人に及ぶ子供たちの一番最初の娘はあ、横山さんの子供の定義がよくわかんないんですけど、でその子を、胸に抱いたままそのプリン山から滑ったわけです、はい、で滑り出したから気づいたんですけども、あ、そうか、子供を抱いてるってことは着地地点が見えないっていうことに気づき、なるほど、滑り始めてから、滑り始めてからそれに気づき、はい、ええ、で、あーってなってるうちに、あららあららあらあらトントンあららあらあらあらトントン、儀式始まった儀式、あらあらとあーポリってこと、滑り台で地面を降り切ったところで。ボリっていう音が聞こえて、でただほら子供だけは絶対守らなきゃいけないもちろんと思ったので、もう子供抱いたまま、はい、ボリって言ったけどくるくるくるってもう体くるくるくるってもう全身で受け身、もう、ね、俺が大丈夫だったみたいなインディージョーンズですね、それもう完全に主役です、もうもうもうこのままだったらもう溶岩に溶けちゃうみたいな状態の危なさですよ。で、そこでもう俺の中でパーパラパー流してもいいでしょう。パーパーパラパーパーパーパラパーって、ケンケンしたままパー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 って、まだ当時携帯電話ありませんから、パーパーパーってケンケンしたまま、ずっと公衆電話まで、パーパラパーパーパラって、大冒険ですね。生まれて初めて、押してはいけない赤いボタンっていうのをこう、110番と119番の
押して、すいません、プリン山公園にいますけれども、横山と申しますけれども、ただいま足を骨折いたしました。はぁ。どのようにしていいか、私判断しかねておりますって言って、いう話をして、たら、ちょうどこれが1月3日だったんですよ。ああ。お正月気分がまだ抜けてない頃だったんですよ。抜けてないですね。はい、仕事始めもひょっとしたらまだですよね。そうなんですよ。ただ消防署の方も、それはあれですかね。行くべきですかねって言われたんですよ。でただもう本当動けなかったんですよ。なので、あ、ちょっともう本当にこのままいたりとかして、移動手段もなかったりするので、つって、病院に連れて行っていただけたら、わかりましたって一回した、一回、下打ち後にわかりましたって言われて。で、そこから、なんとプリン山公園から、距離にして20メーターのところの消防署からピーッと、あそこから来るんだって。そのままインディ・ジョーンズ流しても行けたんじゃないかっていう。公衆電話よりも、消防署の方が近かった。あらら、あら、どんどんって。なったはずなの。だから、ね、下打ちしたんだ。なるほど。来いよ、こっちまで。そりゃしますね。ちょっと分かってなかったので。はいはい。で、それ乗せて、いただいて。で、まあ、とりあえずは。ギプスとか、はいはい、病院でしていただき、うん、で、その、パーマをかけに行った、うちの王妃が戻ってきた時にはもうすでに骨折をして、松葉杖をついて、あ、お帰りって迎えたっていう。それはびっくりするでしょうね。本当に。お子さんが無事でよかったですけどね。面白話は以上です。いや、違います。クイズの時間お願いします。で、そんな。はい。足の甲を骨折した私。です。これ25年以上前です。ですが、うん、まだ実は、その時の余韻が僕の生活の中に残っています。一体骨折の余韻はどこに残っているでしょうか？何に残っているでしょうか、うん、どんなことで残っているでしょうか？なるほど。はい、なるほど。右足ですか左足ですか？右足です。右足の甲です。はあ、右足の甲を骨折した横山さんですね。その名残、うんうん、骨が飛び出ていて、はい、未だに治っているんですけど、うんうん、靴下を履いた時にちょっとその骨が飛び出てる分、うん、6本目の指みたいな感じでこうビュッ突き出るで、そこになんかこう引っ掛けることもできる。なるほど、すごいですね。とか。それね、多分治ってないですよ。もしそうだったら。もう四半世紀の間治ってないです。わかった。なんでしょう。骨がくぼんだまま。ほうほうほう。なので、うん、卵を割った時に、うん、そこに卵ポケットみたいにこう、生卵が入る。それ、すき焼きの時とかいいですよね。そうですよね、ちゃって1個しか持ってないふりをしてここに1個隠してくれて、味が薄くなった時足からスッて言って、あれどっかから多分、いや出してないですよみたいなことができる可能性がありますよね。そうです、隠しポケット、隠し卵ポケットになっている、うん、それ便利ですね。便利ですか。なんだったら今からもう一回折って作ります。色が変わっていて、雨の日は、うん、紫とかになり、すごい便利。気象予報士になります。晴れの日は水色になり、曇りの日はまあ緑ぐらいになって、その日の天気が分かるようになった。で、前の日とかにボタンピッて押すと、はい、I'm singing the... あ、明日雨かみたいな音もするそりゃ便利だ。そうですよね、うんうん、そのぐらいに。世の気象予報士には全員足の甲の骨を折ってほしいと思います。そうだったら。さあ、はい、私横山25、6年、7、8年ぐらい前に、はい、子供を抱っこしたまんま滑り台から滑っていたら、はい、着地地点が分からず足の甲、右足ですね、を骨折しましたけども、痛いですね、その余韻が僕の生活の中にまだ残っています。それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前@rcc.net、アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから、
金曜朝の人笑い、あやなぞかけかけかけ、一杯のかけそばのように泣ける謎かけをしちゃってちょうだい。今週の午前様会議のテーマが骨の話ということで、サンマの骨とかけまして写真と解きます。その心は、綺麗に撮れると嬉しいんです。ややおけそうでした。あれおかしいな、おかしいな。スペシャルウィークだから気合い入れたんですけどね。やや今日も元気に面白く、横山裕二と川村愛菜の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。天気予報、このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけど、青空が広がってますけど、はい、広島空港がある本郷はほぼ曇り空ということで青空見えていません。ちょっと暑い朝を迎えてますけども、今日はどんなお天気でしょうか。音藤、はい、さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はどっち側になりますか、天気は。この後天気下り坂に向かう見込みです。ほうほう、はい、ちょうど今雲の切れ間に入ってるので晴れ間があるんですが、次第に雲多くなっていきます、うん、梅雨前線が北へ上がって、まあ、四国あたりまで近づいてきています、はい、ですので早ければこの後沖縄地方での梅雨明けの発表がありそうですね、はい、県内は湿った空気が流れ込むので午後ほど曇り空となります、うん、特に午前中よりも午後は雲が厚くなる見込みです、はい、昼頃からは北部の山沿いで雨雲が湧いてくるので、それが徐々に広がってくる見込みです、はい、北部は夕方ごろ雷を伴って降る、ざっと降るようなところもありそうです。夜になると福山などの南東部あたりでもにわか雨がありそうですね、はいはい、で全域で降る雨ではないんですが、雨具があると安心です、はい、まあ、降水確率は午後ほど高く、南部で 30%、 北部で 50% となっています。はい、日中の気温も30度と昨日と同じような暑さですね。蒸し暑くなりそうです。本当暑いですね。蒸し蒸ししますね。ね、水分補給しっかり行ってください。はい。週末にかけても梅雨前線が北上を続けて、どんよりとした空模様となります。土曜日は午後ほど雨が降りやすいので、カープのデーゲームの、ね、試合にも雨の降る可能性がありそうです。はいはい。はい、で日曜日は日中雨が降ったり止んだりとなって、時折強まるところも出てきそうです、うん、この先しばらく雨の日が続いて、まあ、朝晩日中ともに蒸し暑くなりそうです、はい、はい、雨の降り方の予想が変わりやすいので最新の情報をご確認ください。はい、わかりました。じゃあ今青空の地域もこれから徐々に雲が厚くなってきますよと、でひょっとしてパラッと来る可能性もありますよという一日ですね。そうですね、折りたたみ傘ぐらいは持っておくと安心です。うん、はい、まあでもこんだけ雨が降るとね、本当生活も骨が折れますよね。そうですね、うん、折りたたみ傘で大丈夫ですか、お父さん。広島市内は折りたたみ傘で大丈夫だと思います、うん、他は南西部ですね、他は傘、北部は大きめの傘でも頭にかぶる傘鼻傘ぐらいはね、北部はね、はい、それぐらい用意しといた方がいいかなと思いますけれども、はい、わかりました。今なんか目立った警報や注意報は、はい、全域に雷注意報出ていますので、夕方頃の雷雨にご注意ください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。天気予報は音藤さんでした。さあ、午前様様、今朝の一曲です。1981年にリリースされた大滝栄一さんのアルバム A Long Vacation から、タイトルの表記はファン ×4 と書いてあるんですが、大滝さんがどんな読み方をしてもいいと語っている一曲です。 Four Times Fan ということで、今日の一曲目、大滝栄一さんをお届けしてますけども、はい、Four Times Fan ですけど、はい、日曜日に横山裕二のグッドソングジャンボリーっていう2時間の音楽番組やるんですけど、これまあ昔でいうとこの電力番組をやらせていただこうと思うので、メールでリスナーの皆さんが送り届けてくださった曲をかけましょうってことですけど、あなたにとって人生で一番好きな曲って言われたら何ですかっていうのを募集中です。はい、はい、はい、そうですね、いざ考えてみたら意外と、うん、はい、あーって思ったりするんですよね。これも好きだけど、そういっぱいあるんですよ、これも好きなんだけどって何個かあるうちに
でも今の気分で人生一番はこれだねっていう曲を募集してますんで、はい、その思い出とあとこれとこれとこれで悩んで1位をこれにしましたとかいうのもぜひ書いて送っていただければと思います、はい、今日の1曲目大竹栄一さんで「フォータイムスファン」でした。もみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ、今週は三好市立木佐小学校の皆さんが登場してくれてますけども、今日は5年生浜口彩音さんの作文、タイトルは田植えをしました。田植えをしました。木佐小学校5年、浜口彩音。地域の金友さんの田んぼをお借りして田植えをしました。前からずっと楽しみにしてきました。今日は晴れてほしいと思っていましたが、小雨が降っていたのでお花がしおれるくらい悲しかったです。最初に田植えの説明を聞いて田んぼの中に入りました。入るとぬるぬるしていて不思議な感覚で気持ちよかったです。次に苗を植えました。だいたい5本くらい取って植えました。出席番号が前半の人たちがとても上手だったので見習いたいなと思いました。最後に川で足を洗いました。そしてお礼を言って帰りました。今日はとても楽しかったです。今度は自分たちで作ったお米で料理がしたいです。かわいい、うん、かわいい、かわいい、本当にでもよくわかりますね、うんうん、晴れてほしいって思ってたけど田植えの時小雨が降ってたからお花がしおれるぐらい悲しかったって、うん、悲しかった気持ちの中でもどのくらい悲しかったのかっていうのがすごくわかりやすかった。シュンってしてる花がフィーンってなる、ね、そのぐらい絵が浮かぶし、ね、シュンってしちゃったんだなって、ね、うん、でも作文の読み方もすごい自然で、うん、あとテンポが絶対ずれないからすごい聞きやすいし、うん、そうですね、あの声を張ってないけど、すごい明瞭、うん、口をちゃんと開けてみんなに伝えたいんだなみたいなのが分かるから、はい、あ、なんか読み方も好きだし声も好きだし、うん、内容も好きだなと思いながら聞かせていただきました、はい、うん、今週は、三好立木佐小学校の皆さんでしたけども、今日は5年生の浜口彩音さん、田植えをしました、お送りしました。来週は学校変わります。広島市立藤野木小学校の皆さんで、月曜日は6年生の木村凪くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、毎週様々なテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は骨の話です。はい、篠ノ目郎の旦那さんです。骨といえばうなぎの骨せんべいや魚の缶詰で中骨まで食べられるものが好きです。うん、体にカルシウム補給したぞという気持ちになります。あのみんなね騙されるんですけど、はい、あの体にいいもんってものすごく取るじゃないですか。ほとんどのものが消化されず栄養にならずに便で出るんですよなんか言いますよね、うん、コラーゲンとかもね、はい、そうやって言いますよね。俺はねそれをねなんで実感してるかっていうと、やっぱ髪の毛を生やすっていう薬とかだったりしますよいや、あれが全部ギューって入ってくれたらもう、ね、ボーってなるのにさーって落ちるまあやっぱね、はい、個人差っていうのがあるんでしょうね。ああなるほど、うん、俺の頭皮が悪いってことそれもあるかキーラジオネーム CC マイマイさんです。おい、先日企業から内定をいただき就職活動を終えることができました。おいおい、そして入社のために必要である自動車免許を取るために自動車学校に通い始めました。うん、入校初日はオリエンテーリング、そして運転者の心得というテーマの授業を受けました。はい、教習には送迎バスで通うのですが、うん、オリエンテーリングを終えた帰りのバスでは
急ブレーキをする、そして曲がり方が急、加速が急など運転が荒いように感じて久しぶりに車酔いしました、うん、車に乗りながら一緒に乗る人が快適でいられる運転ができるようなドライバーになりたいなと思いました。あ、なるほどね、うん、ただあれなんですよ、あの一緒に乗ってる人が快適ではなくて周りの方々が快適なんですよ、うん、隣の方が快適考えると他の方とのそう融合がなくなっちゃうので、はい、そうですね、そうなんですよ、誰を見るかってとこかもしれないですね。だから室内の空間を良くしようということではなくて、うん、みんなとの協調性の中でいいっていうことを優先しないと、はいはい、意外と外が見えなくなっちゃうからね。そうですね、はい、ドライバーのマナーかもしれませんね。あとはね、その、はい、まあ、免許取りますよっていうことじゃないですか、で一応就職内定もらいました、はい、でまずおめでとうございます、おめでとうございます。このコロナ禍でよ、就活大変だっただろうと思うじゃない、うん、確かに。でまあ就職先で免許証が必要だっていうことで、まあ、免許取られるみたいですけど、あのうちのすごい近い、あ、女性だったかな、ね、なんとか村、なんだったっけな、忘れたな、名前ですか、ね、免許を取ります取りますとか、ドライブ行くのが楽しみですとか、はい、すごい散々言って免許取ってから一回も乗ってない。いやいや、そんなことだ、一回もなんかとんでもないですよ、ちゃんと運転しましたよ。しましたっていう過去ね。いやいや、します、過去ね、します、ちょっとね、コロナ禍罪深いコロナってニュースです。 RCC ラジオスペシャルウィーク、聞いて当てよう、レッツラジケーション。今週は毎日11時台に特別コーナーをお届けしています。プロ野球チップスのカードでバトルする、題して燃えろチップスリーグ。では今週のダイジェスト、あれ右に左にレフトが動くぞ、あ、危ない危ない、あれお前の実況が伸びて入った、うわあっち行ってこっち行って入ってホームラン、いや嘘、なんでホームラン、マジか。今度は一連送球は、あー、ベースカバーが誰もいない、ピッチャーのベースカバーが遅れました、一塁セーフ、ナイスバッティング、ゲームセット。あー、まれに見る貧打線。熱狂のカードバトルはこの後11時台にプレイボール、豪華商品が当たるキーワードも発表します、お聞き逃しなく。バッチコーイ、午前様様、大事件、え、大事件、何ですか何ですか。あのさ、はい、チップスリーグ、え、今日最終日だからって言って、はいはい、で男の子がさ、え、空き巣のジャガイモを、はい、ダンボールで、え、持ってきてくれたの、で、これ自分で掘ったんですって言って、おう、で、チップスリーグの最後に、はい、じゃがいも差し入れて楽しいでしょって言われて、ありがとうとかつって、じゃあ俺頑張ってくるよって段ボール持ったまま、ドッ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 としたら、その段ボールの底が抜けてじゃがいもが100個ぐらいぐるぐるうちの玄関でダラッてなって、で一回じゃあねって別れた男の子に、はい、ごめんじゃがいも全部拾って俺番組に行ってくるっつって、うっそー、今任せっぱなししてんの、ねえ、あ、ほらねえ、来た、箱に綺麗に入ってきた。なんか近くにいた人も、はい、はぁーっつって、じゃがいもだって100個ぐらいブラーってうちの玄関で、でこうやって拾ってくださってんのに、落とした本人が頼む拾ってって走って逃げてるっていう、何やってるんですか。あんなに段ボールが緩いと思わなかったんだもん。いやいや、段ボールのせいにしないでください。急いでたからじゃないですか。びっくりした、もらったものなのに、ありがとうっつって、チップスリーグ頑張ってくるなって言って、タッ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 ドルルルルいいですね、広がってきましたね、信じられない。もしこれが外国とかだったらね、ちょっと恋とか芽生えちゃうかもしれません。拾ってる時にオレンジとかだったらもう、確かにキュンってなるかもしれない、ね、ヒュー・グラントとジュリア・ロバーツみたいになる、うんねえ、そうですね、もう多分コンマぐらい縮くらってるよも絶対ですぐそんな、どうしてすぐそうやって早い、ワインチーンってやる、まあワインぐらいならいいじゃないですか、ね、2時間後チーンってやってるいや全然わかんないです、ほんと何言ってるか全然わかんないですあれ29なのに全くわかんないです、ほんと、ええ、ええ、まあチーンの意味を、はい、手を合わせるってことでしょうかね、あー、手と手を合わせて幸せって合わせる場所が違うんだよね、ちょっとね、横山先生来ました、うん、もっとシワがいっぱいあるところを合わせていくんだよね、わかんない、ね、誘導しないでください、わかんないわかんないとどんどん詳しく喋んなきゃいけなくなるからさラジオネームストレートマンさんです、はい、
昨日壁掛けのカレンダーを7月にした時に、あれ何かがおかしいと違和感を感じました、はい、今月の祝日はオリンピック開催の関係で7月22日木曜日と7月23日金曜日なのですが、うん、カレンダーは7月19日の月曜日が祝日と印刷をされていたので、はい、すぐに直しました、うん、他にも下半期も祝日が移動をしていたりするので少し注意しないといけないですね、はい、そうだね、うん、カレンダーとあとスケジュール帳が印刷が間に合わなかったんですよね、はい、そうですよね。なんか12月去年のに決まったんだよね、はい、だから22日が海の日、で23日がスポーツの日、はい、っていうことでこの7月22と23が休日になって、19日が赤い文字で、はい、カレンダーとかスケジュール帳になってると思うけど19日は平日になってるので、はい、間違わないようにしないと。そうですね、はい、この週になってからねまた、うん直前になってはって思うことがあるかもしれない。 いやちょっと思うよリアルに思うよ休みだと思ってたのにとか、うん、あと自分が思ってることへの自信がないっていう、はい、えいいよね今日休みで大丈夫よね、はい、とか、はい、ドキドキしながら過ごさなきゃいけないからね特にね、うん、そうですねオリンピックが始まる週は気をつけないといけないですね、はいはい、バタバタするかもしれないですからね、うん、ひろきちさんです、はい、今日は仕事場の定期健康診断があります、うん、例年なら職場でやっていたのですが今年から希望する病院に行って検診を受ける方式になりました、はい、午前中は検診したら久しぶりの一人時間街はバーゲンをやってるみたいでした、うん、ランチもいいなマッサージも映画も行きたいです、はい、でも結局そわそわしてすぐに家に帰ると思います、うん、ラジコを聞きながら検診に行ってきますあもしね検診が終わって時間があるようだったらRCC の玄関にあのジャガイモ転がってるんでちょっと拾ってもらっていいですかねえ今も広が、ね、転がってるんですか相当だったですよ、相当転がってますよ多分あの拾い残しとかあると思うんですよありそうグランドピアノの下とかにありそう俺あんな初めて見たいやでも空き巣のジャガイモ呆然とするね放送まで残り20秒ぐらいのところでジャガイモが100個転がるんですよあの会社のさ、はい、前のロータリーになってるところの車がいっぱい来るとこ、はいはいはい、あそこにジャガイモがドゥルルルルルって、で見てハッってなってるのに落とした俺が走って逃げるもう俺ほんとあんな罪悪感ないわそれは罪悪感になると思う全てを丁寧に説明してから行きたくなりますよねあのツール・ド・フランスのスタート地点にボード持ってた人みたいな、あれ見たもう大惨事です、ねえあれおじいちゃんおばあちゃん元気とかって、うん、出してたんでしょはあそうだったんですね、はい、そのボードを出してる手が、自転車こいでる人に一人にガンって当たって、その人がこけて後ろからダラ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 ってなったけど、はい、ほぼツール・ド・フランスだった今そうですかRCC がですか今キツのジャガイモがね転がってるなんていうね、すっごい贅沢なことですよねなかなかないよ俺だったら拾ってる後ろ何個かポケットに入れる入れると思いますキツのジャガイモだからてんこ盛りになると思いますポケットがあとカラスに取られなくてよかったよああそうですね今 ね、 カラスね、黄昏対犬からね、はい、おはようございます今日のオープニングトーク聞いてカラスは今繁殖期なんですってよでカラスは今凶暴ですとはい僕もこの時期のカラスに襲われたことがあります怖かったですよ、私も昨日、会社から6時半ぐらいに帰ったんですけど、そしたらもう道端で、はい、もう本当私が通ろうと思ってるところにカラスがブロッど真ん中にいて、はい、でもこっち向いてカー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 って言って、そしたらまた別のカラスがやってきて、そこにまたカーカーカーカムラちゃんだカムラちゃんだって言ってたんだろうねきっとね話しかけてきておいおい変態磁石かいとかってパタパタパタカラスがですかおい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 カムラちゃんってなっててそんななんかあれでしょチップスリーグノースリーブでやったカムラちゃんでしょみたいなやりましたけど気合い入れてやったのに0点でしたけど何か0点になった瞬間にカーディガン来たでしょって来ますよそりゃ寒いなと思っていや得点入らないとこんな寒いんだなと思ってそうだ、ねもっと熱い試合だと思ってたのに煮えたぎるような思いがあったのにちょっと皮膚感覚とちょっと体の中の厚さが違うんだよねっていう意外と隙間風吹きましたね、俺がたまさ、イベントとかあとはトークショーとかで、それでは横山裕二さん登場ですとかって大きな拍手を迎えくださいってわーっとって、わーっと出てきて、皆様天才横山でございますってあらちょっと拍手が少ないようなのでもう一回
もう一回登場させていきましょうか。おかしいな、こんなはずじゃなかったけどな、みんなもっとポテンシャルあるはずですよねとかって、一回下がってまた横山雄二でございます。あーからまた、あらちょっと2回目の方が拍手が少ないってなった時ぐらいの焦り。これ煮えたぎる思いと皮膚感覚が違う。確かに確かに。こんなはずじゃなかった。すごい温度差ですね。そこから取り戻そうと思ってすごい頑張るんですけど、温度差だけが開いていく。で早口になって、どんどん早口になって間が取れなくて、どんどんつまんなくなって。横山さんでもそんなことあるんです。脇汗がバーって持ってすぐもうナイアガラの滝並みにバーって脇汗が、もう考えるだけで恐ろしいです。恐ろしいよね。でも昨日のプロ野球チップスはそのぐらいの感覚だったかもしれません。焦ったよね。今日はしっかり半袖、それがあるもの着てきました。自分が0点だった時に心から頼むぞ河村って思ったの。頼むぞっつって、お前が高校だからなって思ったの。そうですよね。いやーがっかり。こんな後輩に育てたつもりはなかったと思った。いやいやいや、そんなだっても先行高校の話ではないです。やっぱ時たまさ、淵上がさ、俺もそんな調子が良くないっていう時、ね、に淵上がえらい噛む時があるんだよ。そういう時はお前が助けてくれよ。なんで俺が悪いっていうか、お前も悪くなっていくみたいな。まあね、何年か一緒にね、こうやって過ごしてるとだんだん似てくるもんなんですよ ね、 よね。バイオリズムみたいなのが多分。いや、なんか昨日もさ、頼むぞ河村、頼むぞと思って、おい待て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 、なんだこの品出せんって。まあいい、そんな日があってもいいんですよ。まあそうだね、今日にかけてますからね。人間臭い放送が、そうです、お送りできるんじゃないかと。そうなんです。あとね、はい、昨日のことが来てるんですけど、はい、川村さんのねえゆうじが小豚一号、昨日ね、そのねえゆうじのコーナーの川村さんがミニオンの歌が印象に残りすぎて、横山さんと川村さんの現場を勝手に想像して、こういう風に放送してるのかなっていうのを自分で妄想して漫画にして書いてきてみました。で昨日もイラストを描いて、で番組で横山さんに俺の顔にシワが多いなと指摘を受けたので、シワを少なめに描いてみました。いかがでしょうか。ありがとうございます。すごい、なんか漫画タッチになってる。はい、横山さんの顔。もうね、顔をいじったからもう誰か分かんなくなった。すごい、おしなべて誰か分かんないみたいな。なんでさ、目が線なの。うん、確かに、うん、横棒、横棒、横棒、口も横棒ですね。雑なんだよ。確かに誰か分かんなくなっちゃいましたね。シワを描かないとね、分かんないんだよね。あと川村さん、はい、昨日の放送のことですけども、はい、そのミニオンの歌を3回連続1分以上のものを歌われて、で、リスナーの方から、うちの犬がテレビの陰に隠れてしまいました。怖がって、はいはい。というのを受け、以前から川村さんは人に対しての謝罪というのを頑なにしない人という印象があるんですけども、昨日のミニオンズの歌の下りの時に、リスナーの方が飼っていらっしゃる犬に対してはあっさりとごめんねと謝罪されていましたね。河村さんとはあれですかね、その人間に厳しくて動物に優しいっていう、その集まれ動物の森ファンだからなんでしょうか。その辺はっきりさせていただきたいと思います。以上ですってことで。そうですか。うん、まあ、河村さん確かにね、動物には優しいけど人にはものすごく厳しいじゃないですか。地球環境のこと言う人、地球に優しくって言ってる人は人に厳しいっていうやつ。そうですよね、いろんな団体ありますもん。いやお前さって、地面には優しいけどな、人間には厳しいなっていう人いっぱいいるよね。そうですね、いると思います。それもしかしたら集まれ動物の森の影響かもしれません。ひょっとしたら犬には優しく、そうですね、可愛いですからね、犬も猫も、まあでも本当は人間の方が可愛いんですよ。そうかもしれないですね、きっと、手なずけた人間の方が。人間臭いっていうのはね、愛すべきものですよね。臭い人間は嫌ですけどね。さあこの時間になりますと、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は私から骨の話で問題を出させていただきましたが、はい、今から25年ぐらい前かな、もうちょっと前かもしれないなと思うのですが、まあ、僕実は結婚していて、今日多分初めて喋ったと思うんですけど、子供がいるっていう、
数千人です。まもなく数万人の規模になるんですけど。すごいですね、うん、まあ、確かに数千いた数万すぐ行くでしょうね。行きますね。来ますよね。はいはいはい、はいはいはい、どん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 増えすぎ増殖し続けていく、横山チルドレン、それも人類の祖先ぐらい行きますよ。あとちょっとしたらそう、ね、ネアンデルタール人ぐらいの勢いって、うん、このスピードだったらもう中国、はい、インドを抜きます。人口で2000何百年かにはスピードで子供が出てるんですけど、ポン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 、でその一番最初の子供と一緒に滑り台を滑っていたならば、その胸に娘なんですけど、女の子なんですけど、その子を抱えて、はい、まあ、プリンセスですね。プリンセス。はい、プリンセス、プリンプリンですけど。プリンセス抱えて、プリン山の、はい。はい。で、プリン山の滑り台から降りて、抱きかかえたまんま。滑り出してから気づいたんですけど、うん、そうか、子供を抱いてるってことは着地地点が見えないんだと。はい。もうね、その間数秒ですよね。数秒です、ほんと、一瞬の出来事です。はい。地面に捨てた時はもう足がボリッていう、ボリッって言いました、ほんと。恐ろしい。はい。で、そこからコロコロって抱いたまんま転げて、ぐる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 。もう抱いたまんまぐる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 。ファイトー一発って言いながら。そうです。タウリンも欲しいですよね、そりゃ。カリ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 。あ、そうか、ピンチがあった後に飲むのか、みたいな。ピンチの前に飲んどけばよかったね。ピンチの後に飲むからさ、と思って。いい、前も後も重要です。うん、ね。で、ようやく、そのプリンセスを助けたんですよ。だけど、まあ骨折してしまったので、はい、まあ大変なことになったんですが、その二十数年前の後遺症がまだ生活の中にあります。まあ名残ですね。うん、骨折したことの名残が、私の生活に残っています、はいはい。それはどんなことでしょうかが今日の問題です。ラジオネーム、布団が吹っ飛んださんです。はい。横山さんが余韻として残っていることは、プリン山で骨折をして以来、階段など手すりを持たないと不安で不安で仕方がなくなってしまったのではないでしょうか。ああ、そうですね、うん。基本的には、あの、人としてはですよ、はい。石橋を叩いても渡らないっていうぐらい慎重です。うーん、全てのことに対して。はい、ちょっと意外ですよね。うん、ね、だからもう手すりとか絶対なきゃダメですね。はいはいはい。階段とかでも。もう絶対ですね。うん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 、だからもう俺、じゃがいも持ったらもう走ったりすることはまずないですね。いえ、つい15分前にあったんですよね。みんなに見せたかった、あの転がっていくじゃがいも。映像で撮ってたら面白かったかもしれないですね。何かの映画のワンシーンには使えたかもしれませんね。モンモン72さんです。はい。折れた方の足の爪切りがしにくくなったのではないですか。ああ、うん、ね、動きが悪くなったりとか。俺この間思ったんだけど、はい、足の爪を切ってたの、爪切りで。はい。で、俺右利きだから左足の爪は切りやすい、はい、ははだけど右利きで右足の爪、足の爪はとても切りにくい、はい、ってことが分かり、それに老眼が混ざってものすごいとんでもなく切りにくいね。へー、なので右足の親指の、はい、あの端っこの方、ああ、わかります、あそこを猛烈な深爪をしました。痛い、ね、結構痛いですよね。結構痛いです、ずっとジーンって、はい、そうなんです、血までは出てないんだけど、うん、みたいな時ありますよね、はい、で普段その爪に覆われて出てきていない皮膚がムニャムニャって、いや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 、ちょっと柔らかいとこムニャムニャってなって、あそこが歩くとなんかほら初めて人類に登場したわけじゃないですか、奴らは、やつらはやつら、そうですよ ね、ずっと爪の中に覆われて守られてたのに、はい、細胞として生まれてた、初めて出てきたから確かに戸惑ってるみたいで、うん、痛いです、痛いです、痛いですってこう常に一歩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 、あららら、はい、なるほど、主張してくるんですよ、はい、はい、だからじゃがいも落としちゃったのかもしれないですね。そういうアクシデントかもしれないですね。そういうとこかもしれませんね。だからこの一歩は私個人としては小さな一歩ですけど、人類にとっては大きな一歩ですみたいな感じなんですよね。いや、よくわかんないですね。ああ、そうですか。爪にとってはね、初めて、もう人類にとって初めての爪ですから。横山さんの、その爪に覆われてた肉の部分が初めて出てきたわけですからね。じゃあこれからまたどうなっていくか、だから奴らがそのこの人生を楽しみだしたらちょっと怖いですよね。どんどん深く掘ってもらう。どん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 深爪しなきゃいけなくなるじゃないですか。そこからまたね、いろんなこうね、組織が出ていくかもしれないですね。そうですね。新しい組織が生まれるかもしれないですね。ラジオネーム、気まま水星人さん。何の実りもなく。落ちも実りもない。気まま水星人さんです。はい。
横山さんの王妃様が、うん、パーマをかけに行くたびに骨折のことを思い出され、はい、お父さん気をつけてねとねぎらってもらえるようになった。ああ、なるほどね。パーマといえば横山さんの骨折、うんうんうん、ってことを王妃の方がね思い出されるようになって、いや本当、ね、ちょっとパーマ行ってくるねって髪切ってくるねって言って出て、はい、戻ってきた時、自分の旦那がですよ、はい、松葉杖でいるっていう、うん、そのなんかちょっとしたびっくりドッキリそうですよね。 あれはでも未だにちょっと語り草にはなりますよね。うん、自分の立場だったら本当びっくりするだろうなと思います、うん、まずどうしたの、うん、大丈夫っていうことと同時に、はい、ね、そのプリンセスは大丈夫だろうか、そういうことですよね。体のとこももちろんそうですけど、うん、メンタル的なショックは大丈夫だろうかっていうのもちょっと心配しちゃいますよね、はい、これ何度か喋ったことがあるんですけど、はい、救急車に乗せられたんですよ、でその時に俺はね、あのうまい棒を持ってたんですよ実は、うん、そう、子供用に、はい、で左にはパサパサの袋のうまい棒が数本で、右手にはちょっと食べかけのうまい棒を持ってたんですけど、あまりの痛さに俺はうまい棒を潰しそうになってたけど、うまい棒も潰さずに持ってたんですよ。偉いでしょ、ちょっとでも力が入ったらさっていくうまい棒を、あのうまい棒を足を骨折してグルグルって子供かいた棒がグルグルグルってなってて、食べかけのうまい棒がサクッてそのままあったんですよ。であまりに痛いからさ、それ持っとかなきゃいけないけど潰しちゃいけないと思って、すごい宝物みたいに持って、はいはいはい、で救急車乗って担架で運ばれて、中で大丈夫ですか、ちょっとお名前とかをちょっとお伺いしなきゃいけないんですけどつって、はい、でちょっとあのもしあれだったらここにちょっといろいろと書いていただきたいんですけど、はい、ああそうですかつって、ちょっとあのうまい棒受け取ってもいいですかってなって持ってたんです、すっごい恥ずかしい、大切でも絶対に潰れないようにうまい棒、偉い、はい、すごく偉いと思います。でしょ、優しい力で持ってたんですね。そういうことですよ。そこに力を込めなかったんですね。子供の大好物ですよ、うん、うまい棒を絶対に潰さない、はい、すごい。それはもううまい棒の会社にメールとして送った方がいいです。でしょ、はい、僕は骨折しても握り潰しませんでした、はい、もしもうまい棒がもうこれから何十年も続いてて、はい、うまい棒で起こったいい話っていうのは、もう真っ先に俺の話を載せてほしいです。間違いないです、うん、大賞です。はい、ありがとうございます。うまい棒1年うまい棒1年分送られてきてもいいと思います。それは本当は救急隊員の方がものすごい申し訳なさそうに、すいませんけどそのうまい棒受け取ってもいいですかって言われたのも俺の宝物みたいに思われたんで救急隊員の方もねすごい気を使われたでしょうね。恥ずかしかったな。三谷飛行機さんです。はい、横山さんが骨折をされたことで残ってしまった余韻とは、うん、いつでも通報ができるように小銭をポケットに入れておくということではないでしょうか。ああ、でもそういうの大事かもね。気をつけるようになったってことですよね。あのさ、うちの姉由美は、はい、ウィンドサーフィンをやっていて、何気に九州チャンピオンだったの、もう何年にもわたって、はい、で全国大会とか出てたの。あら、たださ、宮崎で、あの、ウィンドサーフィンってさ、板があって、で、そこに帆があって、で、帆を持って、はい、で、風を受けながら前に進んでいく。あれ、上手い人でも、ずーっと持っていかれる時があるんだって。で、宮崎で乗って、宮崎海岸から出たのに、もうどんどんわかんないとこ行って、鹿児島で見つかったりとかするらしいの。だから、ウエットスーツの中には必ず当時テレホンカード入れとけって言われてた。どこでも。どこでも、どうなってもいいように。うわぁ、そうなんですね。そのぐらいでも風に乗ってしまったらどうもできなくなっちゃうんですね。うん、とか方向感覚わかんなくなったりとか、で、戻ろうと思うけど全然風向きで戻れなくなったりとか、はい、で、どんどん離されていくのね。で、そこしてるうちに、じゃああっち側に行こう、あそこに行こうとかって陸に目指していくけど、うん、また風に持っていかれたりとかして。うわー、そうなんですね、うん、でもどんなスポーツにもありますよね、そういう危険性っていうのはね。でも出る時には必ず、はい、なんかちょっとした小銭とか、まあ今携帯があるからいいかとかと思ってするけど、ひょっとするとまた携帯になんかトラブルがあっちゃいけないからとかって、小銭とか、そうです、ね、自分を証明するもんとか、うん、なんか持ってた方がいいよね。はい、何でもかんでもペイペイ使えるわけじゃないですからね。いや、そうなの、ほんとほんと。片付けないさんです。はい、滑り台の横に気をつけて遊びましょうと書かれた看板に骨折している絵が書かれていて、それが気になるようになったんじゃないでしょうか。もしあれだったら、あの、今日イラストを描いてくださった方プリン山からは急激に降りないでくださいみたいな。そうですね、うん、確かに。あとプリン山降りるとき、うまい棒は手から離してください子供を抱いたまま滑らないでください。そうですよね、本当。
着地点を確認してから滑り始めてくださいっていうのは滑り出して気づくよね。いやでももうどうもできないですよね。うん、そう考えたらね、ああ。どうしようどうしようって言ってる間に。おっと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 、ボリもう数秒のこと。さっきまで、もう1秒2秒前まで全力で笑ってたんだよ。ボリああ。もうそっから笑顔が全て消えるんだよ。そうですよね。一瞬の出来事だと思います。じゃあこれ最後です。はい。ケント坊やさんです。横山家の王妃様が、毎年1月3日に骨折慰労会をしてくれるようになったので横山家ではその日が骨折記念日になったのではないでしょうか。うん、3日だったかどうかはね定かじゃないですだ、ねうん、松の内なんですよ。はいはいはい、はい、なんですよ。まあお正月、ね、お正月なんです。お正月なんですよ。でもあの、ね、お正月ちょっと鬼門なんですよね。1月2日うんこ漏らしてますからね2年前に。いやでも分かりますよ、うん、私もおばあちゃん家でお餅食べてる時にすごい、すごい激しく口の中を噛んで、はい、もう血まみれになったんですけど、うん、でも病院は開いてないからそうなの。さあもう大変でした。だから本当連休の前とかお盆の前に取れる銀歯みたいなものなんで今かなとかずっと気になりますよ ね。あとなんかお盆の前、はい、お正月の前にあれちょっと微熱みたいなああいうやつ。そうそうですね。本当、健康体で痛いです。いやー本当本当特にね気をつけないといけないですね。さあそれでは正解の発表です。はい、横山さんは25年ぐらい前にプリン山の滑り台を滑っていて骨折をしてしまいました、はい、で足の甲を折ったんですが、はい、その骨折をしたことで残ってしまった余韻とは一体何でしょうか。はい、本当申し訳ないです。あの体に一切関係ない出来事なんですけど、その時に、はい、会社に行くために、ちゃんとした格好で行かなきゃいけないけれど、まあ、松葉杖もついてたりするので、はい、ジャージをいいのを2着買ったんですよ。高いジャージ。はい、はい、それを今も大切に着ていますっていうことです。それ余韻、はい、生活に残された余韻です。なるほどなるほど、はい、足の甲がこう古傷としてとかいう話とはまた別で、はい、はあ、ちゃんと生活の余韻ってタイムフリーで聞いてください。まあ確かに言ってます。確かになんかえらい保険かけてんなとは思いましたけど出題の段階でなんか被せるようにいろいろ可能性広げてるなとは思いましたけどそういうことだったんですね。そういうことです。その時買ったジャージはい、はい、今も大切に着ています。横山さんそういうの多いですよね。その時に着ていた T シャツ今も着ていますとか、まあ、物持ちがいい、はい、エピソードになってます。だって中学校3年生の時のカメラコートっていうの今まで生きてますから、ね、いろんな思い出がね、はい、一着一着にあるんですね。そうです。中学校1年生の革ジャンも着てますし。さすがです、はい、で骨折をした、うん、でもどちらかというと負の思い出じゃないですか、はい、そうですね、それを捨てずに今もあえて着ている、うん、はい、大切にしかも正解者ははい、なるほど。ズバリという方はいらっしゃいませんでしたが、うん、その時つけていた時計を今もつけると思い出しちゃうと答えてくださった方もいたようです、うん、はい、じゃあちょっと近しい答えをくださった方の中から今日は、うんうん、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋3人の方にプレゼントします。当選者番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さて今入ってきたニュースを10時19分に入ってきたので、はい、10分ぐらい前です。10分ぐらい前、はい、ニューヨーク共同ですけど、アメリカ大リーグ機構は1日オールスター戦の先発出場野手を決めるファン投票の最終結果を発表し、ア・リーグ指名打者部門でエンゼルスの大谷翔平26歳がメジャー4年目で初選出を果たしたと伝えました。おめでとうございます。すごい。本当素晴らしい。メジャーリーグの話ですもんね。ね。だけどさ、そのこの間もちょっと話したけど、こういった選手が出てくるってことはね、今もほらベーブルースの再来みたいに言われてたりするじゃないですか。はい、で記録がね、1910何年以来とかさ、100年ぶりとか、はい、もっと言えば1890何年以来120何年ぶりとかって出てくるでしょ、はい、ってことは大谷が活躍するってことで、そういった選手たちがまたこんな記録を持ってた人たちが100年以上前にいたんだっていうことが見えてくるじゃない、それと同じようにその
この大谷が月間ホームラン13本だったかな、これが日本人最多でも松井も打ってんだよね。った時にそういや松井もワールドシリーズで MVP 取ったわって、だから大谷もすごいけどその前に松井もすごかったよっていう。確かに。で俺たちは松井が大リーグに行った時に忘れもしないんだけど、はい、松井ってさ日本のプロ野球で50本ホームラン打って大リーグ行ったんだよね、で日本だった長距離砲なのに、はい、松井の体格とバッティングだと大リーグに行った瞬間に中距離ヒッターになるんだよね、だから大砲って感じじゃないの、はい、あのミートしていってであの長打を打つんだけどあわよくばホームランになるかな的な選手だったんだよね、でその松井が月間13本打ったことがあるっていうのを考えた時に、はい、今の大谷と同じペースで打てた時期があるってことなんだよね、だそういうことを俺たち忘れたんだよもう、はい、だけど大谷の活躍によってまた松井秀喜という選手がいかに素晴らしい選手でこの大谷の前に頑張り続けてきた選手なのかっていうことがまた光り輝くので、はい、その今の先輩今の後輩たちがその頑張るってことは先輩たちへのリスペクトでもあるってことだったりするから、抜かなきゃいけないのよっていうのはもう本当もそうですね、絶対抜かなきゃいけない、抜くとその抜かれた先輩がもう一回出てくるんだよ、はい、何々以来って言って、そうですよね、はい、名前だったりっていうのね、改めて輝くわけですもんね、はい、でその人たちの頑張りがあって道を切り開いたから今の人たちがあって、はい、で今の人たちがその道をきれいにまた整えて次の代に渡すっていうことをちゃんとやるのがちゃんとした文化だったりスポーツだったり企業だったりとかすると思うので、はい、またこうやって大谷がこの指名打者部門で第1位で選ばれて、またすごい活躍をするとか、はい、日本人すごいねとかで他の日本人選手も多分このぐらいのレベルがあるんだろうねと思ってもらえることも含めて、まあとんでもない活躍ぶりですけど、あとは気をつけるべきは怪我だけだったりすると思うので、ぜひぜひまた我々を楽しませていただければなと思います。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん大変長らくお待たせをしました。今週も横山裕二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位クレヨンしんちゃん激突落書キングダムとほぼ4人の勇者、9位三角窓の外側は夜通常版、8位ハードキル、7位テンガラモン、6位罪の声、5位ドクターデスの遺産ブラックファイル、4位スタンドバイミードラえもん2、3位新解釈三国志、2位樹海村、そして今週の第1位は約束のネバーランド。以上蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。
さがやっぱあんだよね。思いました、はい、もう今も CG すごいでしょっていう感じではなくて、うん、ちょっとしたこう、はい、手作り感みたいなのがそこがまた逆に、うん、なんか愛すべきポイントだと思いました、ね、なんかここからもうちょっと先に行くとね、はい、ものすごい CG ばっかりになってくるの。だギリギリ手作り感があるのね。はい。いやでもこれをだから今の人たちが見た時ダサって思ってほしくないのよ。全然すごいなと思いましたし、うん、熱意も感じましたし、はい、あとはトロッコとか伝説の石とか、うんうん、なんかいろんな子供たちがちょっとワクワクしそうなワードであったり、うん、なんかなんていうんですかね、小物、うんうんうん、というかそういうのが多かったので、はい、見ててすっごいキラキラしました。うん、でちなみに。あのこのインディ・ジョーンズシリーズは、はい、レーダースとかインディ・ジョーンズ、アメリカでこれインディアナ・ジョーンズって言うんですけど、で映画が流行ったことによって、あのその前はどうだったかっていう、うん、若き士のインディ・ジョーンズっていうハリソン・フォードが演じた、あのインディが若かった頃っていうのがテレビシリーズがバーッと作られたんで、はい、このインディ・ジョーンズ魔球の伝説はそのレーダースシリーズっていうかインディ・ジョーンズシリーズというと第2作になるんですよ、映画では、はい、でも現在はエピソード23っていうふうに言われてます。おへえ。この前に22個話があるってこと。いやすそれだけ大人気っていうことですもんね、はい、で今回ハリソン・フォードがかぶっていた帽子っていうのが、はい、あのオークションで競り落とされて3300万円。うわ、ちなみに僕がかぶっている帽子は3300円ぐらい違う、3300万円。すごい、ハリソン・フォードの帽子、どんなお宝よりお宝ですね。でこのハリソン・フォードたちが大ヒット作品にしたインディ・ジョーンズですけども、はい、来年に、いわゆる映画版第5弾が公開される予定となっているという、はあ、まあコロナがいろいろあるからどうなるか分かんないですけど、うん、新作出ますよっていうのがすごいですね、あったりするので、はい、ぜひオールドファンの方々も楽しみにしていただければと思います。今週は、1984年公開のアメリカ映画インディ・ジョーンズ魔球の伝説のご紹介でした。いやー、映画って本当にいいもんですね。さてさて、今日は廿日市にあります中古の軽自動車39万8000専門店 K マーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長に今日もお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もボックスティッシュ5箱を持ちました。よろしくお願いいたします。はい、最近ねおしゃれおしゃれというのです、はい、今日も V ネックのシャツ着て、ね、ジャケットですよね、おしゃれね、グレーの本位じゃないですか。なんかあのパーマとかかけ出した頃からああ女できたかみたいな感じです勘違いです僕はもう何も変わりません。僕は、もうずっとこのままファッションが変わるときは女ですから、ね、うん、まあ、確かになんか表情もね豊かにより豊かになられたような気が、うん、お母さん聞いてますお母さん母親聞いてますからお母さん息子危ないよではでは今日もおすすめの車のご紹介お願いします。はい、ただいま K マーケットでは在庫大処分セール第2弾を開催中です、はい、たくさんの目玉車の中から今日ご紹介するのは車両本体価格税込み9万8000円のスズキワゴン R です、うん、平成22年式で色はシルバー、走行距離は6万キロです、はい、走行距離6万キロのスズキのワゴン R 9万8000円なんですね、うん、写真を見てみると車体はねもちろんピカピカなんですけど、はい、これ車内もすっごく綺麗ですよね。綺麗だね。はい、このお車はユーザー様からの下取り車になるのですが、うん、年式の割に6万キロしか走ってませんし、はい、車内を見るととても大事に乗られてた車というのがわかりますよね、はい、またこちらのワゴン R はポーダブルナビもついているのでとってもおすすめの1台です。はい、ね、とても大事に喋ってもらいたいなと思って前のオーナーさんがそのとても大事に乗られていた車っていうことだと一層安心だよなと思うんですけど、これあとそのナビがついてたら初期費用も抑えられて嬉しいなと思うのですが、はい、ぜひご検討ください、はい、今日ご紹介したワゴン R の他にもスズキパレットやトヨタのピクシススペースなどたくさんの目玉車をご用意してますので詳しくはホームページをご覧ください。では場所のご紹介をお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたらホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通りもみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。はい、K マーケットという緑色の看板が目印です。うん、それでは K マーケットの電話番号です。
0829-30-7225 0829-30-7225です。また毎週金曜お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、今日の内容は旬のキスを釣りに行ったお話を放送予定です、はい、なんとラジオ効果で月刊ボートフィッシングの取材をしていただきました。果たして記事になるほどのキスは釣れたのでしょうか、うん、またその取材の様子も YouTube チャンネル新沢良二の釣りチューブで配信中です。ぜひご覧くださいね。え、月刊ボートフィッシング、すごいね。あの釣りする方の中では有名な雑誌なんですけど、うん、よく御前様聞かれるらしくて、それでわざわざ会社に電話って、うん、そっからのご縁で、なんか女子アナのコーナーとか前あったよね。ありましたね。あった、あ、表紙飾らせてもらったりとか、はい、あったあった、はい、そうなんだ。だけど聞いてくださってるの嬉しいですね。ね、今週は釣りラジオはキスの話なんだ。そうなんですよ、うん、いろんなとこでキスなんだね。お母さん聞いてます。お母さん息子が危ないよ。何なんなんすと、ファッションが変わるってさ。いや、だからリアルに本意じゃないんですよ、うん、こういう形にしてくださいっていう声があったので。誰から誰から、うん、本当に社員さんから。どうも、社長だったら。男性ですか？男性です。あの模範となるような服装にしてくださいっていうことがあったので、はあ、それが V ネックってこと？ V ネックですね。ああ V ネックは V ネックのシャツにジャケットで胸毛とかバーッと出してるわけじゃないですか。それわかんない。胸毛ボーン。それはわかんない。一本も入ってないです。毛は薄いです。今日は中古の軽自動車398,000専門店、軽マーケット、毛が薄いです。新沢良二社長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前様様。さあ、ラジオからの登場。今日は林美優ですけども、どこでしょうか。林さん、はい、おはようございます。おはようございます。今私は広島市中区大手町にありますデイリー山崎大手町店にお邪魔しているんですよ。はい、はい、いや、店内に入って正面奥にパンコーナーがあって、うん、丸ごとソーセージ、あと大きなメンチカツなどの ね、おなじみの山崎パン商品が並んでいるんですけども、うん、よく見てみるとクロッカンバーのレモン風味といったね、ちょっとさっぱりとしたなんか季節を感じる商品まで棚に陳列されているんですよ。はい、まあ、そんなたくさんの商品の中から今日はどんなパンをご紹介してくださるんでしょうか。早速詳しいお話を山崎製パン株式会社上田ジョージさんにお話をお伺いします。上田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、上田さん、早速なんですけども、おすすめのパンを教えてください。はい、今日はランチパックを紹介させてください。いや、ランチパックというとですよ、私たちが知ってるあのおなじみの商品だと思うんですけどもね。私ちなみにピーナッツ味好きなんですけども、ジョージさん一番好きな味って何ですか？一緒です、ピーナッツです。まさかの一緒、なんか気が合いますね。いや、それがね、大盛りになったってことなんですよね。はい、来週にランチパックの大盛りが発売になります。はい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 、いや、来週6日火曜日に発売ということで、今ね、手元にはその大盛り商品まだ発売されてないのでないんですけども、普段私たちが食べてるね、いつものランチパックがあるんですよね。こう手に持ってみると、まあね、普段食べてるランチパックでも結構ずっしりとした重みがあるんですよね。で、しかもね、ちょっとこれパカッと割ってみますね。よいしょ。お、割ってみてももう具がね、ぎっしり入ってあるよ。このランチパック、たくさんの種類あると思うんですけども、全種類大盛りになって発売されるんですか？来週火曜日に発売になるのは、はい、卵とツナマヨネーズです。はい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 。で、再来週には、ピーナッツとハム&マヨネーズが大盛りで発売になります。うんうん、いやね、大きさももちろんそうなんですけども、この大盛りになったことで通常サイズのランチパックとはどのような違いがあるんですか？そうですね、あの具材量が 1.5 倍ということなので、はい、まあ、より具材感が味わえるって、うん、まあ、1枚食べてもすごく満足感が得られる商品となっております。なるほどね。いやね、家族みんなで食卓を囲む機会ってやっぱ最近増えてきたと思うんですけども、 1.5 枚の大盛りになったことでね、皆さんとこうちょっと切って分けたりとかするのにもちょうどいい大きさだと思うんですよね。いや、また夏のキャンペーンがあるというふうにお伺いしたんですけども、こちらも詳しく教えていただいてよろしいですか？はい、
ただいま山崎パンでは夏の美味しさ生き生きキャンペーンを実施しております、はい、こちらは、対象の点数シール4点分を集めてもらって、はい、応募していただくと、はいはい、抽選で1万名様に山崎グループのお菓子びっくり箱が当たります。うわーすごい。こちらのキャンペーン期間7月の31日土曜日までということで、1万名様の皆さんに当たるということなので、皆さんでぜひ集めてみてください。ということで今日はデイリー山崎大手町店、こちら住所をお伝えいたします。広島市中区大手町2丁目 7-10 広島電鉄袋町駅すぐ目の前にあります。今日は上田丈司さんにお話をお伺いしました。丈司さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらからは以上です。林さん、はい、骨の話。あ、骨、はい。私は幼い頃から、はい、魚や骨付き肉など骨のある食べ物は全て母が身をほぐした状態で食べさせてくれていました。そのせいもあり、骨のある食べ物の食べ方が非常に汚いのが悩みです。大人になったら上手に食べられると思っていたのですが、未だに上手に食べられません。どうしたらいいのでしょうか。どうしたらいいんですか。ずっとほぐしてくれてたんだ。ずっとほぐしてくれてましたね。なんなら果物の皮も全部剥いて食べさせてくれてたので、すっごい汚いんですよ私。もうあれだよね、はい、イルカとかみたいにも頭からいくみたいな骨ごと食っちゃうしかないよ。誰よりも綺麗ですよね、うんうん、食べ終わった後は。そうそう、食べ物残らない、なるほど、骨ごと食べるという。わかりました、今度から、うん、そうだね、胃腸を強くっていう、うんうん、あと今度どのぐらい汚いか、はい、飲み会はじゃあ和食に設定します、はい、わあ楽しみだけどなんかちょっと緊張しますね。また元気なレポート伝えてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ラジオカーは林美優でした。背番号31カークランドさんです、はい、今日は半夏生、タコを食べる風習がありますね、うん、そういえば昨日お二人がたこ焼きの話をされていたので、たこ焼きを食べようかなと思っています。ほんとたこ焼きってさ、うん、見たら食べたくなる。食べたくなりますね。はい、あのカレーと一緒だよね、うん、匂ったら食べたくなるって言うんですか。そうです、そうなんですよ。で絶対どんなに下手にやっても美味しいって言って、失敗知らず。でもうまい。ニュースです。さてさて、いよいよ11時台を迎えたので、はい、チップスリーグ最終戦、そうですね、が行われますが、はい、その前にまああのちょっとめんどくさいですけど、このコーナーやんなきゃいけないっていうことがあったりとか。いや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 。さっきね、回線チェックの時に、うん、この方が、はい、チップスリーグ今日も楽しみにしていますって言ってくださいましたよ。なるほどね、はい、なのでね、ちょっともう巻き巻きの進行で、馬場さんがもうちょっと笑い声だけ聞こえてるんで、うっすらうっすらすごい遠くから聞こえました、うん、今一応呼んでからメール読もうか。ジャパネット高田ラジオショッピング馬場さん、呼んでからってどういうこと。あのね、なんかあるの、うん、そうメールが来てるのよ。なんでしょう。モナカさん、はいはい、から6月29日火曜日に、うん、馬場さんがお勧めしてくださったプロジェクターを購入すべく、はいはい、ジャパネットに電話しました、うん、で昨日届きました、うん、で私の家は狭いので、うん、広い壁がなくどこにも映す場所がなかったのですが、うん、あら、窓に白いスーツを貼ったシーツを貼って、うん、ね、スクリーンを作りました、うん、おで電灯を消して真っ暗にして、うん、ディズニー映画のモアナと伝説の海、はいはいを見ました。明確、美しく光る南の海と主人公のモアナの歌声は何度も見ているのに、プロジェクターの醸し出す特別感の中に何倍にも素晴らしく感じられました。いいでしょう。ババさんのおすすめ買ってよかった、うん、よかったでしょう。モナカ映画館、今晩はオールナイト営業の決定となりました。第2弾は横山さんがプロデュースした彼女は夢で踊るを見ようと思います、うん、はいはいはい、はい、週末映画館できちゃうんですよ、うん、ご自宅でね。いやこれ特別感あるよね、こういうの聞くとね。確かに、そうでしょう、うん、いい商品紹介してるよね。いや本当、あの数は少ないかもしれないけどたくさんの方々を幸せしているのではないかという疑惑があります。疑惑でどういうことですか。どういうことですかね。いやもう本当にね、はい、毎日いいものをご紹介して皆さんに喜んでいただきたいと一生懸命知恵を絞っておりますが、はい、今日は間違いない
なく皆さんにご納得いただけます。今日はですね、今日もでした、失礼しました、はい、言葉って難しいね、はい、さあ皆さんお待たせいたしました。 お待たせしすぎました。あ、なんと今日はあのダイキンエアコンでございます。はいはい、ダイキンですよ。ダイキン、エアコン業界の中でもダイキンといえばトップオブトップですよ。はい、ね、信頼のブランド、世界のダイキン、世界的空調メーカーダイキンでございます、うん、はい、ただダイキンで今年出たばっかりの最新エアコンってなったら、うん、安くならないのがたまに傷なんですよ。高いよね、ダイキンだけは高いんですよ。お店に見に行っても他のメーカー値引きしてんのになんでダイキンだけこんな高いのって、はい、ついつい言いたくなっちゃう、うん、でもジャパネットには裏の手があるんです。お、値引きはしませんよ、うん、その代わり下取りします。あ、ね、なるほどなるほど。そうそう、これ下取り企画はジャパネットが独自にやってる企画なんで、うん、値引きとは違うんですよ、はいはい、皆さんが今まで大事に使ってこられたエアコンを、うん、今回どんなに古くても2万円で下取りします。ほう、つまり皆さんエアコン出していただいたら2万円安く買えますっていうことなんですよ。はいはい、ダイキン2万円引きって今やってませんからね、お店でね。ちなみに、ええ、私の部屋にもダイキンのエアコン、うんがついてますが、高かったでしょ。ジャパネットで買わせていただきます。だったら安い。ねえ、いやそれはいいお買い物なさいました。そうなんですよ、うん。ダイキンのエアコンがなぜ人気なのかと言いますと、うん、もう冷房が得意、暖房が得意ってのも当たり前。はい、それに加えて空気をきれいにできる空気清浄機能がズバ抜けてすごいんです、うん、ここなんですよ、はい、いやだってダイキンって空気清浄機もね別で作って売ってますでしょ。あ、そうかそうか。しかもダイキンの空気清浄機はこれはこれでまた高いんですよ、うん、買ったら4万5万しますからね。そうですよね、うん、その同じストリーマーっていう技術をなんと贅沢にエアコンの中に入れてるんです、はい、だから皆さんがエアコンのスイッチをピッとつけると、ね、フィルターでキャッチした例えばカビ菌とか、うん、浮遊している不純物質とかそういうものにビビビビビストリーマっていうのを照射しまして、はい、酸化分解するっていうのがこれがすごい技術なんですよ。じゃあもう松田聖子さんがジェフさんに出会った時みたいな感じですね、ええ、ビビビビビビってきたわけですね。まあ衝撃は一緒くらいかな。そうそう、まあ、徹底的に空気をきれいにしちゃうっていうことですね、はい、そうなんです。これをやってきれいな空気だけをお部屋の中にふわーっと出してくれると、うん、こういう技術が入ってるわけなんです。なるほど。だからエアコン買ったと思ったら優秀なダイキンの空気清浄機がもう一台ついてきた。あ、そうか。それぐらいの技術なんですよ、うん、ね。でしかもこの空気清浄運転だけ単独でも使えますから、はい、もうエアコンってね夏と冬だけ使う商品じゃないんですよ、うん、ダイキンが届いたら春も秋ももう連続して使ってください。もう花粉症とかもいいよね。あ、そう、花粉とか特にキャッチしますからね、うん、これいいんですよ、はい、ね、でしかも一年中使うとなったら今度は電気代も気になりますけど、はい、今は省エネが進んでます。世界の空調メーカーダイキンのこの省エネ性能はまたすごいんですよ、うん、同じように今まで通り使って年間の電気代4266円お得になります、うん、ね、ということは1回つけたら10年は使いますから、うん、10年間の電気代で考えたらもう4万2000円ぐらいお得になるということですよ、うん、ね、だからせっかく買うなら皆さん新しいエアコンダイキンになさいましょう、はい、もう今はねエアコンってもううちは頑張って20年使ってるよっていうのは自慢にならなくなってきましたからね。そうなんだよね。そうか、電気代も高くなるし、うん、で機能自体も悪いし、そうなんですよ、で冷えないしってなると、ね、いいことなんもないんだよね。そうなんです。そこに来てダイキンが今エアコン祭りお安くなってますからね、はい、お値段に入っていきますよ、うん、今年出たばっかりの最新のダイキン E シリーズお値段は税込みの109,800円。そうか、10万はやっぱ切らないんだね。切らないって言われるんですけど、うんうん、さあここから下取りが入ります、はい、ジャパネットだけは下取り2万円、はい、つまり2万円安くなりますから、うん、89,800円なんですよ。おー、10万切るどころか9万切っちゃいますからね、はい、下取り大きいですね。そうな、しかも工事費込みです。あ、そう、これが大きいんですよ。待って待って、今だったらどうなるの。今だったら広島地区だいたい1週間以内にお伺いが。今だね、今だね、今です、うん、これもうちょっと遅れるともうちょっと工事かかるの大変だもん ね、梅雨明けたら途端に工事が混み合ってきますからね、うん、もう梅雨明け間近なんで今がまさに大チャンスなんですよ、はい、ね、でしかも分割も30回払いご利用いただけて月々3100円コース、うん、これでダイキンがご自宅に届いたらもうね空気のことも気にしなくていいし、はい、ね、思いっきり綺麗な空気吸ってくださいよ、うんうん、ぜひぜひダイキンダイキンダイキンです。 お早めのフリーダイヤル 0120-441-5433
555番、441-555番に乗数違いもありますので、はい、ぜひぜひお問い合わせください。お待ちしております。まあ、じゃあ、最近週末はもう動画制作っていうのをのみを聞いてるんですけど、今週末はどうなんですか？今週末も動画制作ですね。もう多分動画制作会社とか立ち上げられそうですよね。本当だよね。本当ですよ。もう新澤社長に負けないぐらいの YouTuber にならないと、ね。そこなんですか、戦ってる相手は。そう、ね、気がついたら魚釣りの動画上げたりとかして、違うだろうって言いながら、ね、月刊ボートフィッシング、はい、ぜひ皆さんも、ママちゃんが作っているペット里親会、はい、はい、と覚えちゃいます、ね、チャンネル登録もお願いいたします。何気に泣ける動画だったりそうするのでいいの作ってますよ。見ていただければと思います。、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今週もババさんでした。ジャパネット夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は骨の話でお送りしています。はい、ラジオネームタカブランカさんです。アルバイトで新しく地方球場を作る現場にしばらく通いました。作業をしていると何度か掘っている地面から人の骨が出たと周りが騒がしくなることがありました。そのあたりが古い戦場だったみたいで、はい、戦で亡くなった方の骨ではないかということで、うん、白い衣装の人がやってきてお祓いをしていました。はい、ここで野球をすると試合中亡霊が出てきそうだなと思いました。まあでもあるだろうね。うん、俺がカンボジア行った時のキリングフィールドとかそうだもんね。100万人の方が亡くなってるっていう状態だったからね。そうですよね。はい、あとあれだよ、宮崎の実家でさ、はい、何回か話したけど同級生にたかしっていうのがいてさ、で実家が基礎工事屋なの、はい、で海岸線にさテトラポットをこうやって置くっていう作業を、はい、山口んちの会社が任されて、でずっとテトラポット置いてたの、はい、だそこにさものすごいカニがいるの、はい、でそのカニを取って、でまだうちの親父が生きてる時に、おじさんもカニがすぐ取れるかい持ってきたよっつって、で親父からさ俺に電話かかってきた、はい、お前たかしがよ、お前カニをいつも持ってきてくれてよって、めっちゃがまこれがよっつって、お母さんとカニばっか食べちょうわっつって、もうお母さんも横歩きばっかしょよとかってお父さんもずっと泡吹いちょうわとかって言いながら、すごい喜んで食べてた、はいはい、でそっから1週間後ぐらいそっから水死体が出た。で結局カニってそれですごい食べるんだって、ね、だからそこに繁殖してたんだって。そうですね。ひゃーと思うよね。ただね、後で聞くとやっぱ恐ろしい話ですよね。恐ろしいですよ。ただ俺昨日の放送だったかな、その川村さんっていう女子アナウンサーの方が、その、まあ、男性は顔であるみたいな、だからいわゆる人を食うっていうことで言うとね、ボソッと CM 中に川村さんが言われた俺一言、忘れられない一言ってあるんですよ。お、なんか言いましたっけ。私、川村ってやっぱ顔なんだねっていう話、男って顔で見るんだねっていう話を、俺は性格だと思ってんだけどみたいな話をしたら、あれなんですよね、あの喧嘩をした時に顔を見て、あーこの顔だからやっぱり我慢しなきゃってやっぱ思うぐらいの顔じゃなきゃダメですよねって川村さんが言った時、この人食いはすげえな、この人食いはだいぶ語弊があります。それはこの食人族すげえなと思ったんですよ、ね、その語弊しかない今のは。だから友達が結構まあ結婚していくんですけど、その友達にいろんな結婚話を聞いた時にふっとその子が言ったんです、はい、でもやっぱ喧嘩をした時に寝顔とか笑顔を見て、あしょうがないかって許せるような顔って大事だよってその子に言われたんです、で、なるほどって思ったっていう話をした。顔ってことですよね。違う、だから私の意見というわけじゃない。カブラさん、超面食いってことですよね。私の意見ではないです。まあ、もちろんかっこいい人は好きですけど、はいはい、好きですけど、自分が思ってるっていうか、友達から聞いたんですね。あ、なるほどっていう。腑に落ちたんです、ね。腑に落ちました。なんで今、腑に腑にみたいな。腑に落ちました。俺もがっかりです。がっかりです。もちろん性格も同じ、星野源と結婚した新垣結衣を尊敬しました僕は。本当顔じゃなかったんだねと思って。いや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 、かっこいいですよ、かっこいいですよ。あの顔が寝てて大丈夫ですか。
全然。ああそうです。全然です。はい、かっこいいと思います。あそうす、性格も顔も大切です。で爬虫類系の顔がいいってことですね。別に爬虫類系の顔とは言ってないですけど、はい、言ってませんけど、でも、うん、顔も性格も同じぐらい大事です。川村さん顔ですからね顔。忘れないです CM 中のボソッと。友達にさて聞いてました。いや本当喧嘩した時にね顔見て、まあこの顔だからしょうがないかっていう顔ぐらいは欲しいですよね。言ってない、そんな言い方してません。さあそれでは今週はスペシャルウィークで骨の話をお送りしてきましたが、はいはい、来週のテーマを発表します、はい、来週は輪ゴム消しゴム .com というテーマでお送りします。知らねえし、なんだそれ。もうダジャレがすぎる。スタッフのバカな会議あるじゃん。あれでみんなテンションが上がって面白いですね面白いですねって言ったけど何の内容もないんですよ。きっとドットコムは、まあ、勘違い関係ないんですよ。輪ゴムとか消しゴムとか、あと他にもゴム手袋やゴムパッキンなどなど、皆さんの周りのゴムにまつわるお話を教えてください。ほうほうほう。例えばゴムのグリップがついたペンってある程度使うとネチャネチャしてくるんですよね。これってすごいわかります。わかる。あの学生の時に、うん、グリップの部分がすっごいふわふわの、うん、流行ったんですよ。そういうボールペンかシャーペンか、うんうん、で結構授業中とかそのふわふわふわってこうこの感覚がすごい、あのペンダコができるところの部分が柔らかくなってるってことじゃん、うん、すっごい柔らかくしてたんですけど、何年か経ってそれで出してみるときに、うん、そもそこもねっちゃねちゃピッタピタになるよね。あの車もさ、はい、この車すごい高級車だったのに、10年ぐらい経ったらあのエアコンの操作のレバーとかがペタペタになってたりとか、なんてこんなことって思うのいっぱいあるよ。ね、ゴムが劣化するんですよね、はい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 、色が変わっちゃったりとかしますよね、うん、はい、などなどゴムのお話でお送りしていきますので、はい、来週は輪ゴム消しゴム .com で皆さんからお便りお待ちしています。男は顔です。皆様それでは大変長らくお待たせをしました、はい、これを皆さんにお伝えすることができるということでちょっと、はい、私のところに原稿が1枚届きましたけど、はい、気象庁は今日7月20日沖縄が梅雨明けしたと見られると発表しました。沖縄に夏が来ました、うん、平年よりも11日、去年よりも20日それぞれ遅いという梅雨明け、遅めなんです ね, ね。じゃあね、南国の夜チームの皆さんも夏やってまいりましたよ、はい、はいはい、おめでとうございます、はい、ね、いつもじとっとしたトークしてますけども、そんなことないと思いますよ。梅雨明けましたからカラッとしたトークに変えていただいてね、そうですね、はいはいはい、改めてエッチなことさえ喋ればみんなが喜ぶと思ったら大間違いですけど節度っていうのがありますから、そうですね、世の中にはね、はい、横山さんが言うと重みがありますね。そうですね。キリッキリ寸止め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 。さあ果たしてこの後チップスリーグは盛り上がるのか、注目の対戦は間もなく。さあ大変長らくお待たせしました、スペシャルウィーク特別企画、題して燃えろチップスリーグ。さあ見た、縛っていくちょっと違うんですよね。このコーナーはカルビープロ野球チップスのカードを使ったゲーム企画です。ではルールを説明します、はい、まず1番、私たち2人が広島カープのバッターとなってセリーグ各球団のピッチャーからどれだけ得点を上げられるかを競います、はい、続いて2番、使用するのは去年2020年のプロ野球チップスのカードで、うん、お互いに広島カープのバッター、そして他球団のピッチャーを無作為に引きます、はい、続いて3番、引き当てたバッターとピッチャーが対戦をするということになりますが、うん、その対戦結果というのは去年の個人対戦成績をもとに独自のルールを御前様様で設定をいたしました、はい、この独自ルールですけども、2020年去年の対戦結果、バッター側から見たピッチャーとの対戦成績なんですけども、はい、1打率2割未満の場合、うん、このピッチャーに対してこのバッターが去年打率2割だったっていうことになるとアウトになります、はい、で打率2割台
もしくは対戦成績がこのピッチャーとはない場合、そして監督笹岡カードを引いた場合はシングルヒットとなります、はい、うん、そして打率3割台の場合はツーベースヒット、打率が4割以上の場合はホームランとなりますが、この場合、カルディのプロ野球チップスにはキラカードっていうのがあります、はい、キラキラ光ったカードがあります。そうです、レアです。このキラカードを引いた場合はホームランを打ってもツーランホームランになります、うん、あとこのキラキラのカードにサインが入ってるものもあります、はい、この場合はホームラン1本打っただけで満塁ホームランとさせていただいて4点、はい、しかもランナーがいた場合はそのランナー分も加算されるということなので、うんうん、最高でホームラン1本で7点入ることがあるということです。ビッグイニングになりますね、はい、バッターとピッチャーは先攻後攻それぞれ3人ずつ対戦していきます。なおこのゲームの公式ルールブックは御前様様のホームページに掲載しています、はい、そしてコーナーの最後に一番大切ですが、豪華商品をかけたキーワードを発表しますので、どうぞお聞き逃しなく、はい、さあ今日登場するのは阪神タイガースのピッチャーたちです。さあそれでは今日は先攻川村カープ、後攻横山カープでプレイボール。さあ来た、先攻行くぜ。さあ川村カープの攻撃です。じゃあ阪神のピッチャー、私横山、はい、トランプのカードのようにどれを引くか分かりませんが、はい、引かせていただきます。はい、どうぞ。いきます。おい、プロ2年目の去年は故障で出遅れたが、うん、5月下旬から先発ローテーションに定着、うん、3勝に終わりましたがチーム最多の125三振を奪いました。高橋遥人投手。対する広島カープのバッターは、うん、この人。うわ、出た、笹岡慎二。出た。では音声どうぞ。ここでレジェンド笹岡がバッターボックスに入りました。笹岡よし、ピッチャーはなんと恐れをなして千里喪失。笹岡は一塁へ。さすがレジェンド、沢村賞投手の実力を見せつけた。記録はヒット。さらにカープはもう一枚カードを引く権利をゲット。やった、さあ戦わずしてランナー一塁、はい、まだバッターは3人います、はい、さあそれでは川村さん、はい、バッターのカードを引いてください。はい、2人目この人です。ほっ、鈴木誠也、キラサイン入り。マジか、はい、マジかってことはここで、はいはい、万が一ホームランが出るようなことがあると、はい、5点入ります、そして現在トップ、はい、中根4点を抜きます。おお、どうだどうだ。さあそれでは昨シーズン高橋に対して鈴木誠也はどのくらい打っているのか、打っててプレーボール。打ってて、さあさあ来い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 、高橋頑張れ。1位2塁間の対ショートは飛びついた。いやー、破っていく、ゴロで破っていく、ライト前のヒット。しぶとくライト前に持っていきました。高橋 OK、 ちょっと待って、高橋 OK、 アウトはまだ。ナイスピッチング。いや、二塁一塁、ただのヒットです。いや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 、よし、これでキラサインが出た。まだありますから、キラサイン。今ノーアウトランナー二塁一塁、はい、あとバッター二人、はい、じゃあピッチャーいきます。阪神のピッチャー、この人来た、去年は6月11日のソフトバンク戦で、はい、日本プロ野球史上初の通算150セーブ&150ホールドを達成、藤川球児。おお、はい、スターですね。はい、去年引退されてますもんね、うん、さあそれでは引きます、はい、広島カープのバッターはこの人、西川キラサイン。出た、お前見てたやろ。見てない、ちょっと見てた。見てない見てない、キラ見てない、サイン入り連発だぜ。いや最高、待って、これホームランが出たら、はい、6点が入ります。頼みます。さあ藤川球児対西川、去年はどんな対戦だったんでしょうか。プレーボール。ピッチャーが投げました。打った、1、2塁間の当たり、1、2塁間、よし、ボールを打った、1塁、足が速く、どうだ、ギリギリ、アウト、アウト、よしよしよし、足が速かった、さすが藤川、さすが藤川。あれ、今年のカープみたいに、また河村さん、残塁0点で終わるのかな。いや、いや、
今二塁一塁ですか。キラサイニがもう2枚出たから多分もうないはずだから。いやそんなことないです。多分残ってるのは長野か松山か。いやいっぱいいますよ。あと6枚ぐらいあります。そのぐらいだよ。いやいやいや、そんなことまだホームランで長野が2枚、松山が2枚ってこと。多分ここでホームラン出たら3点。いやそっか3点か。さあ、はい、では最後のバッター、はい、河村、はい、また0点で終わるのか。いきます。1点ぐらい入れてます。はい、阪神のピッチャーこちら、プロ4年目の去年は開幕から先発ローテーションを守り、初めて規定投球回数に到達、はい、プロ初完封を含む、うん、自己最多チーム2の9勝をマークした青柳晃洋。ほう、わかりました、はい、続いて対する広島カープのバッターです、うん、この人、相澤翼選手。よし、勝った。いいえ、チップスリーグの相澤は本当頼りにならない。いや違います、だって対阪神の、うん、青柳選手にどうですか、はい、どうかですから、うん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 、去年の対戦成績が、はあ、はい、さあ河村カープ、これが最後のバッターとなります。打ってください。ランナーは二塁一塁、はい、さあ果たしてホームランが出れば3点入りますけども、うんうん、果たしてどんな結果になるんでしょうか。昨シーズン青柳対相澤、はい、果たしてどうだったか。プレーボール、ピッチャーが投げました、打った、大きな大きい、てくバックさあどうだ、行け、さあとどうだ、いっぱいのところ、アウト、いやアウトだ、アウト、河村、河村2連敗間もなく分かるよ。0点強も勝ち場なくなった、悔しい、いや持ってないね、いやちょっと待ってください。だって、いやでもキラをキラサインを2枚引いたんですよ、うんうんうん、そこで終わった、うん、私の運、いや完璧だよ、笹岡カード一番最初に引いて、そうなんですよ、そうなんですよ、キラサイン入り、キラサイン入り、そうですそうですそうです、これ以上展開ないから、ないんですよ、まさに今年のキャープその一言は必要ない。昨日までセリーグの打率成績1位だったのに残塁ばっかりキャープなかなかねうまくいかないもんなんですよ。さあそれでは、はい、攻守交代です。はい、今度は河村が阪神のピッチャー、はい、そして横山がカープと、はい、いうことになります。現在のところ安谷総八2点、はい、淵上0点、うん、中根4点、うん、横山川村0点、はい、ということになってますんで、はい、さあ果たして横山が優勝チップスリーグを制すことができるのか、うん、それとも中根がこのまんま4点を取ったところで走り切るのか、はい、もうここまで来たら私抑えますからね。もう中根さんの優勝を守ろうと思います。いや俺本当第1回は絶対取りたいです、真剣にやります、チップスを行こう、はい、では攻守交代プレイボール、はい、高校横山カープの攻撃です。さあそれではまずは私が阪神のピッチャーです、はい、阪神のピッチャーはこの人、ほ、阪神タイガース能見篤投手です。能見か、はい、投手コーチ兼任ですからね、能見さんですよ、もうスタースター。そうだね、はい、ただ自由契約になって今年オリックスに入団してるってことは、うん、はい、もう去年の能見は使い物になってないってことだね。いやまたここで、じゃあ花火上げてますか。はい、じゃあカープのバッター、はい、よよよよよよ、はい、ドバシドー、何ドドーンとかワードじゃん、ドーン俺が言いたいわと思ってさあ、能見対堂林、どうかな、昨シーズンはどんな対戦だったか、プレイボール、抑えてください能見さん、ピッチャーが投げました、池堂林、打ったライト、大きな当たり、ライトがバックしていく、フェンス際、どうだ、今ジャンプした、倒れ込んだ、あー入った、入った、入ったのはグラブ、いやーこれか、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 前も聞いた、これ前も聞いた、そう、今週聞いた、1回騙された、1回を犯すように聞いた入ったのグラブ、今真剣に最高、ラジオ実況、ね、ラジオ実況ならではですね。そう、石橋がテンション高く始めた時は大体アウトなんで忘れてた、最高、よし、ワンアウト。さあ続いて阪神のピッチャー2人目は、俺ほんと堂林綺麗だ、この人お、青柳晃洋投手、はい、プロ4年目の昨年は開幕から先発ローテーションを守って、うん、規定投球回に初めて到達をされました、はい、プロ初完封も記録してます、9勝。じゃあ行きます、はい、カーブのバッター切ります、はい、行きます、はい
相沢選手。はい、どうぞ。ほんとカード運ないね。わかんないですよ。でもホームランポーンって打ってるかもしれないですから ね去年ね。最後、はい、青柳対相沢、うん、AA 対決。そうです、 AA 対決です、はい、ね、はい、去年はどうだったか。プレーボール、ピッチャーが投げました。打ち上げました。キャッチャーフライ。キャッチャーマルコ取って今ボールを、あ、見失ったか。白棒の状態、右に行って左手ボール、そうそうそう、ダイビング、ボールは取っている、アウト。ピカントが飛んでキャッチャーフライ。相沢よりも石橋であるから石橋さんのね、盛り上げようとする気持ちが伝わってきました今。でもキャッチャーフライって段階でもう終わってましたもん。終わってたよね、はい、一盛り上げしたんですよ。せめて内野安打で失敗してほしかったよね。はい、2アウトです。よしよし、これ最後です。笹岡カード後のキラサイン入りなるかもしれないですね。ホームランで5点。そうですね、まだ笹岡さんいますもんね。さあ、番組残された時間7分。はい、それでは最後のピッチャーはこの人です。あ、間違えた、この人です。はい、お、西勇輝投手。西か、これは素晴らしい。今年はエースとして優勝を目指します、うん、去年初のゴールデングラブ賞にも輝いています。そうなんだ、去年西んだ、はい、11勝5敗さあ行きます。天下の放送シュート、はい。もうダメだ。誰ですか。田中康介。ノー、ノーマルカード。だからもうこの段階で、はい、中根の優勝決まったんだ。決まりましたね、決まりました。おい、なんでこんな俺だけ嫌い出ねえんだよ。あとはもう横浜さんが1点入れられるか入れられないか、だからお前に今日勝てるかどうかだけで。そうですよね、そうですよね。これホームランとしかないよね。はい、はい、西投手お願いします。押さえてください。西対田中康介、昨シーズンどうだったか。俺これ本当2人とも0点と0点だったら2日続けてね。持ってなかった。私立のみ花々しになります。大丈夫です、お願いします。押さえて、押さえて。ピッチャーが投げました。打ちました、つるさ、危ない。ピッチャーがグラブを出したがボール取った、倒れ込んだが、ピッチャーライダー取っていた。もういいんだよ、もうピッチャー、いや、もうさ、もぎ取りました。ピッチャーライダー、ライヤーっていうのは、いや、もうさ、フライ、キャッチャーフライ、ピッチャーライダーゲームセット。俺三者凡退。ルイに出ることもない。ダメだ、今回もドローですか。いや、しかも0-0。弱すぎる。0-0。俺チップスリーグ大っ嫌い。俺独立リーグ行く。国母みたいになる。そうですね、四国アイランドリーグいいですね。俺のカードにキラ入ってんの。入ってますよ、同じカード使ってますから。入ってるね。入ってますよ、西川も聖也も、うん、笹岡、いやでも菊池、こんなキラあんのなんで。いやでも横山さん、私より運ないですよ。そうだったら私だって笹岡さんも、うん、キラサインも2枚引きましたから、うん、で横山さんも引くことすらできてない。オラ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 動揺してる、すごい動揺してるという。俺はカード運がない。はい、ね、はい、だけど川村は笹岡カードも引いた、引きましたよ、キラーも引いた、はい、サインにも引いた、はい、なのに打てないってことは、お前は実力がない。だから俺は運がないけど、はい、お前実力がない。もう練習あるのみですね。はい、でもね、はい、結局2日連続0-0ということでドローになりましたが、はい、では今日の試合振り返って横山さんから、ここ大事ですよ、はい、キーワードになります、うん、一言お願いします。今日のキーワードはチップスリーグ脱退。横山さんの心の声ですね。はい、もう脱退です。チップスリーグから出ていきます。まあ、気持ちも分かる、まあ、私もそう、同じ気分、はい、合わないですこのリーグが、同じ気分です私は、はい、はい、じゃあ、今回のスペシャルウィークの豪華商品が当たるキーワードですが、はい、今日は独立リーグだ、あ、チップスリーグ脱退、はい、チップスリーグ脱退、もしくは稀に見る貧打線でもいいです。どちらでもいいんですが、はい、チップスリーグ脱退とさせていただきます、はい、では応募方法です。今日のキーワードはチップスリーグ脱退となりましたので、まずパソコンやスマートフォンの場合は RCC ラジオのホームページにある応募フォームから、はい、そしてファックスの場合は希望商品とキーワード、住所、氏名、電話番号を書いて082-221-3300 082-221-3300までお送りください、はい、締め切りはこの後お昼の1時までとなっています、うん、当選者の発表は商品の発送をもって返させてください。
なお商品の内容や応募方法など詳しく知りたいという方は RCC ラジオのホームページをご覧ください。はい、ということで1週間にわたって熱い戦いを繰り広げてきましたチップスリーグですけども、はい、優勝はお中根由紀さんに決まりました。ありがとうございます。トロフィーはこうスタジオにチップス王っていう優勝カップ、うん、はい、そうなんですよ、誕生日してあるんですけど金に輝いてるんですよ、うん、まさにトロフィー、ちょっとねワールドカップの、はい、優勝した時のトロフィーに似たような感じなんです。すごい重みありますよ、うん、輝きがね。いや俺ほんと俺やっぱセパ両リーグどっちかに行きます、はあ、俺今チリーグにいるじゃないですか。チリーグにいますね。チリーグはダメです。俺セカパッカどっちか行きます。いやまあね、はい、そうですよね。でも運のとこはなかなか磨けるかどうかっていうとこですよ。あ、私はまだもうちょっとチリーグに残って実力を磨きたいなと今回思いました、うん、あとやっぱさその2020年のカードだったってことですよ。うん、2021年のカードでやりたかったってことですよね。まあまあ古くさい、去年じゃない、データが古くさい。そんなことない、古典です、もう古典になってる。最新、これが御前様様です。以上、最新になりきれない萌えよチップスリーグでした。もう感想がいっぱい来てます。あら、ありがとうございます。ヘビスカイザー、はい、中根さん優勝おめでとうございます、ね、2人ともある意味2日続けて出て持ってますよねっていう。あ、そういうことか。シモティーナで2人とも来週から U 球場に行ってください。2 軍行きですね、チリーグ。確かに、あと3軍行かないといけない。赤輪、タン持ってなさすぎる、はい、お邪魔パジャマ最高のオチでしたって。オチとかいらねえわ。本当にそうですよ。フェアプレーしました。先般は石橋ね。うわ、今日は石橋。いや、なことない。本当腹立つわ。さあ、それでは、はい、午前様クイズプレゼント当選者の発表の時間です。はい、骨の話ですけども、はい、二十数年前に骨折をしましたが、うん、その時の名残がまだあります。はい、それは何でしょうか、うん。その時に買ったジャージをまだ大切に着ているということでした。はい、今日は富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入りチップクロ、ラジオネームうーちゃんさん、八本松のひろくんさん、キタッチさん、3人の方にプレゼントします。はい、来週のおめでとうございます。来週のご前様会議のテーマは輪ゴム消しゴム .com ですし、うん、はい、明日ザ横山裕二賞、ゲストは矢井田ひとみさん、はい、そして明後日特別番組横山裕二のグッドソングジャンボリーは、ね、ゲスト平松恵里さんということで、あなたの人生の最高の一曲をリクエストしてください。ではまた明日、さらばじゃ。